はい、それでは、これから潜在意識コントロール法のセミナーを始めます。よろしくお願いします。えっとですね、これを、セミナーを最後まで聞くとどうなるのかというと、潜在意識を上手にコントロールするとビジネスがどう改善されるかがわかるという,ふうなことと、潜在意識にを上手にコントロールする具体的な方法がわかると。と実際に成功された方々の事例を知ることができるというふうなことですね、えー、楽しみにしていてください。で えと私の自己紹介なんですけども、まずあの潜在式マイスターというような形でですね、えー、出ております。それで1957年の2月生まれでですね、えー、なんでもう64歳になるんですけども、で埼玉県の看護師出身の水上座デーラディアンスというところの代表をやっております。で、えーと、この私の社会人デビューが、ね、テルモ株式会社というところで、テルモの電子対応系とお使いになったことあると思うんですけども、えー 病院のなどに行くとですね、大抵この体温計が出てくるんですが、この体温計はですね、実は私が作った体温計なんですよね。えー、基礎研究からですね、あの回路設計、そしてセンサーラインの構築とかっていうのをですね、えー、担当しまして。それで、あのーうん、その電子体温計を、えー、作った後はですね、硫黄電子工学って聞いたことはあるかと思うんですけども、えっ、ー、と、この電子回路とかっていうのを、いい 医学にですね応用した分野というそういったものの研究をやっておりまして、ある時手首でですね脈を測ってそしてえっ、ー、と血圧をこの測定すると普通はこの上腕で測定するんですけどもこの手首で脈拍を測るというふうなことをやっておりましてですねこれでえっ、ー、と強林大学のおお大久さんとですね北海道大学の陽電子工学の先生と共同で研究をやっていたんですが。 ソニーのソリューションもこの当時ですね手首で脈を測ってどんな病気か診断するというこの脈振器というふうな名前なんですけれどもそれの研究をしていたとこれでこの指でですねこうやって脈を測るというのを昔のお医者さんはやってましたけれどもその代わりにですねこの加速度センサーっていうセンサーを本当に 3つくっつけまして、で、これでワンタイで巻いてですね、この加速度センサーの出力を心電系の方あのコンピューター解析してですね、これでどんな、えー、病気かを診断するという、そうすると、えー、結構いろんな病気のですね診断ができるというのでですね、そんな研究を行っていたんですね。で、私も手首で脈がかかると、ソニーのソリューションを手首で脈拍が来るってことですね、脈拍つながりでソニーに来ないかっていうことで、 あのソニーからヘッドハンティングされましてですね、で、えー、とソニー社員になったわけなんですけども、でソニー社員になりまして、イブカマソル氏の直轄部隊に配属になりましてですね、でイブカマソル氏が見た夢の実現というのためのですね研究をずっと行っていたわけなんですけども、でこのイブカマソル氏がこの当時ですね、えー、言ってたのが、ですね東洋音学でも西洋音学でもない第三の役としての病気にならない体を腰るための研究をしなさいと。 これからここの時代がやってくるということで,ですね。航論時代を象徴するかのように、脳科学者の茂木健一郎氏もですね、ソニー社員になっています。で、模擬健一郎氏はソニーコンピューターサイエンスラボロトリーというところに配属になりまして、私は生命情報研究所というところに配属になったと。で、これが生命情報研究所の発足会でですね、ここに座っている人がエイブカマソル氏で,ですね、ここに立っているのが若ききの山崎康夫。 でこのヨガマスルシュのこの足の両側はですね、キラキラ光っているのはですね、一度この人が脳梗塞で倒れちゃいまして、これでこの、えー、車椅子になってるんですよね。で、これが生命情報研究所の関係者一同ででしてですね、これで、えっ、ー、と、こんだけの人数が集まると、大抵の場合にはあの生命情報研究所の所長っていうのを立てて、その所長がこの創立者のところにですね、 いろんな話をしに行くというふうなことが一般的なんですが、このソニーのソルシアはこういった分野の研究にですね非常に興味を持っていたのでですね、まあ、その脈振器とかっていうのをやってましてですね、それなので自らがですね生命情報研究所の所長になってですね我々を引っ張っていってくれたという非常にあの珍しいですね例が本当に発生したわけなんですけども、でこの問い、ま、ブカマソロシアの脇に厚みとかって書いてあるのがですね、これはあの、えー、とこの人はですね、 えっと、生命情報研究所の顧問の人で、えー、東大の名誉教授でですね、ヤギに世界で初めて人工心臓をつけたっていう、あの、人工心臓の権威の方なわけなんですが、これこの、あの人がですね、鉄アートムってご存知だと思うんですけども、鉄アートムのですね、えー、中にその、お茶の水博士っていうのが出てくるんですけども、お茶の水博士のモデルになったうちの一人と。 ですから、この人は、あの、手塚治虫のですね、お友達なわけなんですけどもですね。それで、えっ、ー、と、いろんな研究がここで始まったんですけども、ね、私がこの生命情報研究所でどんな研究してたかっていうと、この心。心。 東洋医学でも西洋医学でもない第三の医学としての病気にならない体を箇所をためる研究をせよと。これからこの時代がやってくるんだというんですね。心の研究ということで潜在意識の研究を始めたわけなんですよね。でソニーのソルシアのエブカマーソルシアの命令で潜在意識の研究を開始したと。でソニーでの潜在意識の研究の第一人者が私だったんですけどもですね。で、こうやって、えー、と研究をしていった結果ですね、このような、えー、瞑想法とか心理療法とか願望実現法とか潜在意識 を活用した自己催眠セミナーとかですねこういうふうなものをですね、完成させていったというふうなことで。で、ソニー在籍中にラデンアスっていうのを作りまして、これまでの26年間、ラレンアス作ってから26年経つんですけども、1万人の人にですね、8万回の心理療法を施領して、2000人の人にですね、瞑想法をお伝えしてですね、100人の心理療法上を養成してきたと。それで、えー、そういうふうな功績だったんでですね、潜在意識コントロール法による社会貢献をしたっていうのでですね、勲章を頂い,いてしまったと。 えーとどんな勲章かっていうと、あの日本の文化を信仰するというふうなことでですね、戦後初の総理大臣、えー、戦争に負けてしまったんで,です、ね、天皇陛下の命が危ういとかっていう,うな感じでその、えー、発作をするような国を作らないといけないっていうんでですね、えー、その皇族の東国成彦っていう人がですね、えー、総理大臣、あの皇族ではじ総理大臣というのは初めてあったわけんですけども、でその その人が作った、あの、ところからですね、勲章をいただいてしまったわけなんですけども。それで、えっ、ー、と、その、東国内閣の時のですね、えーえー、文部大臣がですね、えっ、ー、と、前田多文っていう人なんですけども、前田多文っていう人はですね、ソニー株式会社の、えー、前身のですね、東洋通信工業っていうのがあったんですけども、そこのですね、えー、社長、 前田多でです、ね、そのでそのそのその伊深政氏が作ったんですけれどもですねその東洋通信工業のでそれの名目上の社長をやった人が前田多門っていう人でその人とその次女とですね伊深政氏が結婚してるというのでだから東国内閣のからこの勲章を頂い,いてですねそして えー、その東国内閣となんかソニーとのまた係りもあったとかっていうの、ね、は、まあ、ごさんなんですけども、えー、なかなか素晴らしい賞をいただいてしまったなというような感じなわけなんですがでこの、えー、と潜在意識をコントロールしてですねどんな皆さんがですね成功していったかというのを言って言いますとですねこのまずこのある会社の会長さんがですね、えー、ラティアンスにいらっしゃいまして私自身で潜在意識コントロール法を受けてですね問題解決を図りうまくいったら カンバレーの進め、経営の向上に役立てたいと。というんで、うまくいってしまったんでですね、幹部社員研修として次々とライデンアスに、えー、送り込んでいただきまして、これで会社がですね活気づきまして、それで、えー、そのシャ、上海にですね、海外進出することになったんですけども、それも大成功してしまったと。だから、会社が非常にうまくいったというふうなことなわけなんですけども、それからこの次の人はですね、 ソニーのですね、えー、この CEO たちのスピーチ健康を担当するというふうな仕事をしてたんですけども、これでこの方がソニーを独立してですね、自分でビジネスを作ったんですけども、なかなかうまくいかなかったと。それでライデンスに行きましてですね、これで、えー、この催眠とか瞑想とか受けまして、それでこの、えー、ビジネスを起こすにはですね、本を書くとうまくいくというんですけども、 本を書くとですね、書くだけでも2 300万円かかりまして、営業マンを使ってですね、で、あの、えー、本を平積みしてもらって、たくさん売ろうとするとですね、1000万以上かかってしまうと、そういったお金がないっていうんで、どうにかそういうふうなものを引き寄せようっていうんで、うんえー、このラディアンス c の,の願望実現の方法を用いてですね、本を書くチャンスを引き寄せると。で、本を書くチャンスを引き寄せて、本を書くときには、えっ、ー、と、瞑想の状態になってですね、えー、自動書記状態っていうのを、こういう。 構築することができるんですけども。これで、えっ、ー、と、書いたんで、この本が非常に売れまして、重版を重版を重ねてですね、重版に重版を重ねて、第6釣りとかっていうような感じまで行ってですね、それのたくさん売れてしまったんでですね、あのこの人がテレビも出てしまいまして、それで、えっ、ー、と、そういうのにあのたくさん本が売れたんで、他の出版社から執筆依頼もやってきましてですね、なぜ優れたリーダーは失敗方なのかとか、 え、ソニー歴代のトップのスピーチライターが教える人を動かすスピーチの法則とかっていう本を書いたりとか、いろんな雑誌社からですね、連載の依頼ができないかしてコンサル業を大成功と。で、この本の中にですね、私のことも書いていただいたんですが、えー、この、人生をですね、乗り越える助けとなったもの、その、これ拡大コピーなんで、ウェイト社が切れてるんですけども、二人目は、 ヒプノセラピストの山崎麻生さんですということで、私のことなんですけども。で、このソニーのソリューションの湯川浅尾さんの命令を受けてですね、サミット瞑想の研究を社内でしていると。で、この、そんな山崎さんのセラピー、ヒプノセラピーですけども、受けたり、この瞑想法を教えてもらったなんかして、自分を見つめ、冷静に見つめる力がついてきました。というのでですね、えー、書いていただきまして。それからまた別の方はですね、えー、これが、クシャキアのチェーン店のオーナーの方なんですけども、自分の感情を抑えないと。 すぐに怒ってしまうと。でも、普段はいい人だったんで、えー、結婚できたんですけども、この、怒ってばかりいるんでですね、奥さんから離婚を言わされてしまったと。で、離婚にあっては困るって言うんでですね、病院に行って、それで、あの、薬をいただいたんですけども、一向に治らなかったと。で、それで、この人のですね、お父さんが、私が若い頃に催眠っていうのを受けたんだよ、みたいな感じのですね、ことを聞いたんで、じゃあっていうんで、この催眠療法で、えー、この、このお怒りを、 えー、沈められないだろうかっていうんで受けたところですね、見事、怒りを沈めちゃいましてですね、えー、なんか、絶対こんなことをされたら怒っちゃうよなっていうようなことでもですね、すっと、えー、その怒りを収めることができるようになってしまいましてですね、それで、あの、瞑想も受けていただきまして、薬でならの、この、えー、感情を抑えられないっていう症状をですね、見事解決してしまったと。えー、それだけでなくてですね、こういうスタイルプラスの、えー、内藤さんとかですね、ゴ円ですの 西川清さんとか、こういった方々がですね、取材に来てくれまして、えっ、ー、と、見事ですね、この商売繁盛というような感じで,ですね、離婚も解消もできたし、商売も繁盛できてしまったと。それから、これはですね、私の話なんですけども、えー、私の初婚が26歳だったんですけども、あんまりうまくいかなかったんですね。でそれなんでですね、51歳の時に、21歳年下の妻をですね、意識の力で引き寄せて、えー、この人はですね、えー 本を書くチャンスを引き寄せたわけなんですけども、私はですね、この、えー、理想のパートナーを引き寄せでですね、で、えっ、ー、と、51歳の時に、えー、再婚したわけなんですけども、21歳年が離れてるんですけども、えー、出会ってからこのまで一度も喧嘩したことがないというですね、そういうふうな、えー、素晴らしいパートナーを引き寄せでですね、 いるわけでで,でこの話っていうのはたまたま私があの結婚ができたっていうわけじゃなくてこの意識の力を使って意図的に行った結婚というふうな感じで、えー、どんな人と結婚したいのかっていうのをしっかりとですねイメージしましてでその、えー、妻を意識の力で引き寄せてそして自分の心とか妻も今一緒に催眠とか瞑想をラディアンスをやってるんですけども、えー、そうやってやっていくとですね、えーと 相手の心をしっかりと掴み続けることができるというふうなことで。で、この方法を多くの人に伝えたところ多くの人がいました、ね。それ結婚をしていると。で、おれでですね、この方はですね、えー、K さんという方なわけなんですけれども、この理想のパートナーリストの90%以上の条件を満たす恋人候補が続出と、引き寄せの補足でですね、えー、を使いまして、こういうようなことができたりとか。それから、えー、心理療法を受けまして、で自信がついてですね、えー、魅力的に 自信がつくと、誰もが魅力的になりますけども、それになりまして。で、えっ、ー、と、婚活パーティーに行ったところですね、指名、異性化の指名特選が連続して起きてしまったとか。この、婚活パーティーでですね、えー、指名特選なんていうのはもう本当に、えー、すごいことなわけなんですけども。それで、それでですね、この、ライディアンスに来てた頃は OL だったんですけども、えー、金してですね、で、 開始してから一度も赤字になったことはないというような感じでビジネス大成功というようなことになりましてですね。で、ライデンスでこういったプログラムがあるんですけども、こういうのにも参加していただいていると。それから、えー、別の方なわけなんですけども、この方はですね、ラ、えー、イデンスに来る前はお誓いする人はですね、みんなあの結婚したら絶対不幸になるとかっていう人とばかり付き合っていたと。その理由は何だったかっていうと、子供時代に両親にあまり愛されてなかったと。 飲んでですね、私は両親から愛される価値のない存在だっていうので、リストカットとかですね、過食応答とかっていうのを繰り返して、で、その、非常にですね、破壊的な気持ちでいたわけなんですけども、ラディアスに来てですね、この心理療法とか、瞑想とかっていうのを受けたらですね、お父さんお父さんなりに自分のことをものすごく愛してくれていたんだと。それからお母さんは病弱だったんだけども、自分のことをたくさん愛してくれたんだっていうので、私は両親からあ、実は愛されてた存在で、 それで、その幸せになってもいいんだというふうなことがあ気がつきましてですね。それで、えっ、ー、と、若くして、中堅企業の部長さんとかっていうのをやってしまってですね、乗馬が趣味とかっていう好青年をですね、意識の力で引き寄せて、それから、二、えー、人とも乗馬、えー、が趣味なわけなんですけども、それなんで、馬上ウェディングとかっていうのもですね、引き寄せちゃいましてですね、それからウェディングドレスとか、それから結婚費用の一部とかですね、それから、えー、あと、あの、 え、結婚した後に住む家とかっていうのをみんな引き寄せてしまいまして。で、なんと、この富士山頂でですね、えー、こういうふうな形でプロポーズまで受けてしまったと。で、結婚してからもう10年以上経つんですけども、ずっと幸せっていうふうな感じでですね、えー、やっております。それから、えっ、ー、と、これは私の花又橋なんですけども、結婚した当時ですね、8十キロのメトバだったんですけども、えっ、ー、と、 えー、妻がですね、ある時ですね、太ったりし嫌いとかっていうのは、あの、ことで言いましてですね、そうかというんで、じゃあ痩せようということで、えー、この、すっと目標達成、痩せるっていう目標達成をですね、目標が、目標をったところ、えー、っと、1年足らずで、えー、80キロのメタバが64キロの健康体になってしまったと。で、現在、えー、64歳なわけなんですけども、リバウンドなしでですね、えー、 来ておりましてそれで、えーと、私の目標が120歳までピンシャンに来てコロッと死のうというような感じで、ボ、え、ケ、ー、たりなんかしないでですね、えー、それから生涯現役でいこうというような感じでですね、今、えー、頑張っているわけなんですけども、えー、こんなこともその今日のですね説明する潜在意識を活用することによってできてしまうと。それから、えー、とこの方はですね、えー、就職がなかなかうまくいかずにですね、 非常に劣等感を抱いていたと。で、それなんで、ライアンスに来てですね、心理療法を行ってですね、その劣等感を克服して、自信がついてきたと。それで、えっ、ー、と、瞑想するとですね、意識のエネルギーを送ると。えー、この、これまでですね、意識のエネルギーを送って、えー、非強制だとか言ってますけども、この、意識のエネルギーを送るとかですね、意識のエネルギーを送ってもらうとかっていうのができるようになりまして、それで転職をするときにこの送ってもらってですね、業界ナンバーワンの企業に転職成功ということで、このようにですね、えー、 この、今回潜在意識を活用することによってですね、いろんなことができてしまうと。それから、この、えっ、ー、と、何か自分でですね、仕事をしているときにはいろんなですね、悩みが発生するんですけども、そういった悩みをですね、どんどん今回の方法を用いてですね、解決してしまうんですね。自分、実際にこの悩みっていうのは、ラディアンスに来ていただいてですね、これで、えー、と潜在意識コントロール法を用いてですね、解決できた悩みなんですけども、 まあその自分にも当てはまるかどうかっていうのを思いながら聞いてほしいんですけどもですね、幹部社員が精神的な悩みを抱えていてビジネスが動くがないと。というねどうにかしなきゃいけないというような感じでですね、幹部社員をラディアンスに連れて、ラディアンスに突っ込んでですね、でその心理療法をやってですね、この悩み解決なわけなんですね。それからこの、この人はの先ほどの会長さんなんですけども、短期で些細なことにイライラして怒りやすくなって、社員に当たってしまうと。 こういうふうなものもですね、すっと解消。と。それからビジネスが生まれ変と精神的に不安定。この精神的な不安定さっていうのはすっと解消しちゃったりとかですね。それから自分と向き合うっていうようなことがなかなかできずにですね、自分の本当の気持ちがわかんないとか、えー、自分がどんなことで悩んでるのかっていうのをしっかりと探求できなかった人がうまくいってしまったとか、それからコロナ禍でですね、仕事がうまくいかなかった人がうまくいってしまったとかですね、こういうのが解決。それから、 この的確な判断とかっていうのも重要なんですけども、落ち着いていろんなことが判断できるようになったりとか、それから自信を持つとかですね、対人関係、人間関係がうまくいかつとかですね、それからこのよくあるのはですね、その仕事ばっかりでですね、家庭が崩壊寸前になってしまうとかっていう風な、それからあとこの男性の場合ですと、この 仕事をしてですね、自分のビジネスを得てですね、たくさんの収入を得るようになってくると、今度は浮気に走ってしまって、家庭崩壊寸前とかですね、そういった人たちもですね、結構たくさんいらっしゃるんですけどそれもうまくいってしまうとかですね。それから、このアイデアとかっていうのをどんどん浮かばすことができるようになってしまったりとかですね、それからあと、かこれはあの実際に えーと非常に深刻な問題だったわけなんですけどもそのストレス仕事のストレスを抱えてしまうといろんなことを感じにくくなってしまうとそれで、えー、と自分がですねそ,の、えー、そういった精神的にですねちょっとやばい話と,こところに行ってしまってるっていうのが自分のお母さんの死の時にですね、えー、なんか悲しい気持ちにならなかったとでそれを家族から否定されてですねその感情が平凡化してしまってることにですね気が付いてですね ほんで、心理療法で、ま、見事うまくいってしまったと。あだから、ちゃんと自分の感情をしっかりと感じるようになったと。それから、この焦燥感とかですね、落ち着かない日々とかっていうので、なんか、これも解決してしまったとかですね。えっ、ー、と、行動が衝動的で、感情に作用されやすく、計画を得てることが苦手とか、これも、えっ、ー、と、目標達成がですね、上手にできるようになってですね、うまくいってしまったとか。それから、自己価値観とか、自己肯定感とかっていうのがですね、 低い方が世の中にたくさんいるんですけれども、この不安感とか、恐怖感、緊張感、それから、生、えー、い立ちから来る母の対立母との対立とかっていうのはですね、これも、えー、っと、思うわけってですね、家族が今、円満というような感じなわけなんですけれども。というふうなことがですね、えー、ねこれ具体的な例だったんですけれども、ラディアンスにですね来ていただいて、こういったことで悩んでるんですっていうような、はい、見事解決するというような感じですね。 なったわけなんですけども。こういうのを、これと同じじゃなくていいんですけども、こういうのを聞いてですね、今あるですね、この悩みがですね、えー、とどうなったらいいですかというふうなことなんですけども、どういうふうな感じでですね、悩みが解決したらいいと思います今、質問ですか、はい、はい。そうですね、いろいろ思い浮かんだことがありますが、はいえー、具体的に はい、そうですね、今、実はその寝ていた母が起きてきた気配があるので、様子を見に行こうかなと思ったんですけどこれ、これがね、こうとっさに頭にかかっの本人も90過ぎて、体が、はい、だいぶ弱ってるものですから、はい、昔、とっても活動的で楽しく人生を過ごしてきた方なので、もう、そろそろお迎えに来てほしいと本気で思ってるらしいんですよ。 私もまあ、どっちかっていうと、その気持ちはよく分かるので、はい、からどういう解決がいいのかって言ったら、もう本当に、本人も周りも納得するような幸せな旅立ちかなとか思ったところだったんですけど、それって変ですかみたいな。もう、ほら医、医者とかはもう何が何でも生かすために、ね、あのいろんな人工的なことをやって、病院に入るイコール、薬を飲んでいろんな器具をつけるみたいな。 ことになってますけど、まあそういうのはやめて自宅で平和に本当に素晴らしい、あのー、あのあのあの次の世界への移行ができることがそのかな悩みの最高の解決なのかと思っていたりあとは、まあ、しあの最初に言った仕事なんですけどその貯金で今開いてるっていうのをちょっと思い、うん 住めるのか、または、その、どうせ開けてるんだったら、もう皆さんに喜ばれてるのは間違いないんですけれども、採算が取れるレベルではないということで、採算が取れるようになるというのが、まあ、理想だとそうだあ、本当に夫に関しては、はい、もうあの、健康に戻ってほしいんですけど、健康、あこれも話すと長くなるんですけど、いいですよ戻るとお酒をまた飲み始めるかお<ー>ら、ただそれはもう死につながることだから、 それは、だから治っても困るけれども、治らないの気の毒だし、どうしよう。解決がよくわかった。だから性格が根本的に変わって、お酒を飲,め飲まなくたって全然不幸にとてては思わないわけですから、だから私は、お酒を飲まずに幸せな、これからももう少し人生がっていう、いうところですかね。その3つが解決、最高の解決です。あの、お酒をですね、飲む。 というので、いろんなあの動機があるんですけど、うん、旦那さんはどんな動機でお酒がドドッと深くなっちゃうんですか、ね、多分あのあの味と酩酊感が好きなんでしょうね。だからそれをもたらすものを最高に楽しんでいたのでしょう。あ、なるほど。<laughs> あの結構ですね、瞑想をしていくとあのああまりお酒をですねあの。 多くを必要としなくなったりとかしてくるんですよね。そうなんですよ。で瞑想を進めてるんですけれども、興味がないらしくて、あと体力もないらしくて、今はいいとか言われてます。あなるほど。それとかあのこの前なんかエビスさんがんと漫画家のエビスさんタ,タレント漫画でタレントのエビスさんがあのえっ、ー、と地方あそうになってしまったとかっていうそういうあの報道があったんですけどもね。うん なんかそういうのも、瞑想をすることによってですね、なくすっていうことじゃなくて、あの、軽減していくことができるとかっていうふうな感じで、瞑想は非常に余分だったりなんかするそうですね、じゃあ、最高の解決は、瞑想を始めてそれが向いてたっていう、そうですよね。<laughs> ですね。今日、もう、瞑想の実習やりますけれどもですね、えビバッサな 瞑はですね、えー、だいぶ違った要素のですね瞑想なんで、非常にやりやすい瞑想なんですよねで。それなんで役に立っていただけるんじゃないかと思ってなんかしてるわけなんですけども、でそれでですねそういうふうな悩みのですねその解決がですね潜在意識のコントロール法というようなことです、ね、ですね、この潜在意識をコントロールするためのですね3ステップっていうのがあるんですけども、まずこの潜在意識の扉を開けると。 潜在意識の扉を開けるって聞いたことありますそうですねイメージはあります潜在意識の扉を開けるというのは、えー、これまで具体的な方法とかっていうのは聞いたことありますうんあったかもしれないけど活用はしてませんそれでですねその潜在意識の中のデータを探り望、えー、む方向にですね、えー、変化できるようにですねその新たなデータを書き込むとかそれから潜在意識を通してですね えっと、つながるとかっていうふうなことなんですけど、こういったことって、これまでなさったことありますそうですね、つながってるとは思ってますし、つながったからこうなったんだろうなと思うことは、っああ、なるほど、なるほど、素晴らしいですね。で、そのですね、えっ、ー、と、具体的にですね、この話、まず潜在式の扉を開けるなわけなんですけども、この潜在式と表面式というののですね、定義なわけなんですけども、潜在式というのは通常の主要体では感じられない意識の部分と、この、 部分ですよね。で、この表面式っていうのは通常の式状態で感じている部分でですね、その比率はですね、1対9とかって言われましてですね、えー、同じ力を持った人が1人対9人で繋ぎをしたら、9人の方が絶対に強いというふうなことでですね、潜在式というのは非常に大きなパワーを持っていると。それだけなく、この潜在式というのはですね、あの、この、我々は表面式しか感じることができないので、 えと私たちの人生は表面意識が作っているというふうにですね、えー、勘違いをしているわけなんですけども、実際はまず潜在意識が先に反応して、で何かの行動を起こしてですね、その結果を後から、えー、表面意識が解釈をしてですね、これが事実だというんですね、認識するんですよね。で、でこの表面意識しか我々は感じられないのでですね、ここで、えーと、今自分が意識的にいろんなことを考えて行動をして、 でそれでこの世の中が成り立ってんだというふうに思ってるんですけども、実際はですね、潜在意識がですね、人生を作ってるわけなんですね。で、この潜在意識の中に、この様々な性格や運命のデータが入っておりましてですね、で、それがですね、その変化しないように、えー、その潜在意識の扉、統合膜っていうのを持ってるわけなんですけども、この性格や運命のデータっていうのは、お母さんのお腹の中にいる頃から小学校を卒業するまでてきて お父さんやお母さんは、この、息子や娘のことをですね、えー、かくて、えー、と、幸せに育てたいというふうに思ってるんですけども、やっぱりですね、こういった風変化をしたりとかですね、あるいはいろんなあのトラブルにですね、子供を巻き込んでしまって、心の傷がたくさんできてしまうと。で、それで、えー、と、そういうわけなんですけども、この、私たちというのはですね、そうやって、この、えー、この、 東まくって書いてあるんですけども、これが潜在意識の扉なわけなんですが、潜在意識の扉がないとですね、この潜在意識の中身がどんどんどん変化していってしまうので、1ヶ月前の自分と今の自分が違う自分になってしまって、私は誰とかというのうなんないように潜在意識の扉がですね、守ってるわけなんですよね。で、それと同時にですね、この潜在意識の扉、東郷まがあるためにですね、潜在意識を感じることができないと。よくあの生まれ変わりとかっていう風なので、えー 僕のパパとママのところに僕が来る前はね、こんなことをしてたんだよとかって感じでですね、小さい子が喋ると。で、だんだんあの大きくなりにつれてですね、そういうふうな、うん、自分が生まれ変わる前の話というのをしなくなってくるとかっていうふうなことはですね、この東方膜というふうな膜がしっかりと出来上がってくるので、これがせあの完成するのが小学校、えー、卒業するぐらい,なんですけどくらいなんですけども、だんだん大きくなるにつれてですね、この えー、自分のこの潜在意識の奥底からのデータが上の方に上がってくるようになってくるというふうなことになるわけですよね。で、そういうふうな感じで、この潜在意識の中のデータというふうなものが、えー、このあってですね、で、それが世の中を作ってるんですけども、えっ、ー、と、自分自身というふうなものをしっかりと保つためにですね、潜在意識の扉が固く閉まってしまっているというふうなことなわけですよね。 ですから、現在の自分の,この運命をです、ね、よくしてあげれば、自分自身の,、えー、とこの人生を良くしてあげればです、ね、この潜在識の中にあるこのデータという,うなものをです、ね、どんなデータが入っているのか知ってです、ね、それを自分の望む方向に掲げえていけばいい。そういったことをです、ね、心理療法をやることによって可能になってくるわけなんですけれどもで、それをです、ねえー、提唱しているのが黒砂博士という人で。 このクラズナ理論というのがあってですね、私たちの性格のデータは潜在式の中に格納されていると。で通常の式状態ではない変性式状態になると、表面式と潜在式を隔てる潜在式の扉を開けてですね、性格のデータを探り覗ることを方向に変化させることができるんだというふうなことをですね、えー、言ってるんですけども、このクラズナ理論とかって聞いたことありますないですね、初めてです。というふうな、えー、理論がですね、あの、今。うん 40年、50年ぐらい前にですね、えー、こういった理論がもうあの確立しているわけで、で実際には、はい。理論の名前は知りませんでしたけども、理論の内容は知ってました。ねそうですよね。はい、で、実際にこういったこともあのできているということでですね。で、そういうふうなのを使って潜在意識の中のデータをですね探り、書き込むというふうなことが、えー、できるわけなんですね。でこのお 潜在式コントロール法という方法を用いると潜在式の扉を開けてですね潜在式の中のデータを探ることができるとそれだけでなく潜在式の扉を開けると潜在式の中の,のマイナスのデータこのプラスのデータとかニュートラルのデータっていうのはですね、えー、いいわけなんですけどこのマイナスのデータが心の傷というような感じになってですねこれで,で現在の、えー、私たちの人生にいろんな問題をですね投げかけているわけなんですが で、これが、えっ、ー、と、うち、これを打ち付けすようなプラスのデータをですね、こんところに入れておくと。で、そうすると、えぇ、ー、性格改善とか悩み改善とか運気アップっていうのができてしまうと。ところが、通常の主導体では、この潜在識の扉がですね、固く閉じてるので、まあ、あの、いろんなことをやってもですね、うまくいかないと。えー、その、自己啓発セミナーとか、自己啓発系の本を読んでいてもですね、読んでるときとかセミナーに参加してるときには、すごいなと。そんなことができたのかと。 いうふうなことで、えワクワクするんですけども、ところが、通常の宿状態で行うと、この扉が閉まってるんで、この、ね、ここにですね、影響を与えることができないわけなんですね。それからまた、この、最高サイバネティクス理論っていうのがありまして、マックスウェル・モルツっていうですね、えー、お医者さんが、えー、形成議会がですね、提唱して、したわけなんですけども、えー、この潜在式の仕組みとしてですね、 変成主状態になってですね、鮮明にイメージをすればするほど、それがイメージなのか、現実なのか、区別がつかなくなるというふうなことなんですね。だから、この潜在意識活用法を用いてですね、変成主状態になって、心の安いイメージ、自分自身が成功して、うまくいって喜んでいるイメージをですね、何度も何度も潜在意識の中に入れてあげると、それがイメージなのか、現実なのか、区別がつかなくなってくるので、潜在意識はこっちのイメージの通りの方の、えー、行動をし出すんで、自分の人生が良くなってく いうふうなやつなんですね。で、一般的にこのアファメーションというふうなことをですね、があってですね、例えば私は日に日に良くなっているとかですね、私は成功して当たり前だとか、私には成功するに十分な知識と経験があるというのをですね、えー、なんか唱えるとお人生が良くなるんだというふうな話をですね、聞いたことがあると思うんですけども、えー、これをですね、 普通の式状態でアフォメーションをして自分を変化させようとしているのが一般的なアフォメーションなんですけども、ところが何度もお伝えしているんですね、通常の式状態ではアフォメーションをするとですね、一時的に気持ちは晴れますが、人生はなかなか変わらないと。で、その理由っていうのは、潜在式の扉が閉まっていくからと。潜在式の扉を閉めたまま、潜、え、在、ー、式の中にですね、データを入れようとしてもですね、入んないわけですね。なので、潜在式の扉を開けてアフォメーションを何度もすると、どんどん効果が出るというふうなこと。 なんです、ね、からこの最高、えー、サ,サイバエネティクス理論とこれを上手に使うには潜在意識の扉を開けるというふうなことなんですけどもでそれからそのえっ、ー、と日に日に良くなってるとかっていうんじゃなくって具体的に具体的にこの目標達成とか願望実現とかっていうのをし,をしようとした場合にこの潜在意識の扉を開けてですねこの 通常の主状態では潜在意識の扉が固く閉じているので、潜在意識内にイメージを入れられず思うように目標達成や願物現ができないと。で、このように OK なプラスを入れ,入れてですね、えー、物源とか目標達成したいわけなんですけども、それができないと。で、それで、えー、潜在意識活用法を、コントロール法を用いてですね、変性主義状態になって潜在意識の扉を開けて目標達成したり。 願望実現した喜びのイメージをあり得ると思いやくと潜在意識の中にそのデータが入り潜在意識が、えー、と現実とのギャップを埋めようとしてくれるので目標達成や願望実現ができると。で、もんでですね、この引き押の法則とかっていうのは、えー、ヒックス夫妻がですね、えー、本を書いたりとか、それからいろんな人がですね、えー、セミナめにあったり本を書いたりなんかしてですね、多くの人が えー、引き寄せの法則やるんだとかって感じでですね、いろんなものを引き寄せるんだっていう感じで、えー、頑張ってきたんですけども、なかなか動まくいかないと,と。その理由が何かっていうと、潜在意識の扉を開けてなかったと。通常の状態でですね、えー、そういったことをやってもですね、うまくいかないわけですよね。じゃあ、この引き寄せの法則を書いたエスター・ヒックスとか、えー、奥さんのなんとかヒックスとか、えー、このヒックス夫婦際はですね、結局奥さんが、えー、瞑想の状態になって、 それで、えー、この潜在式の奥底のですねデータを感じ取って、それで非強制の法則って本を書いたんですけども、もともとこのヒクス夫妻はですね、えー、変性主要体になれるわけなんですね。だから普通の人もなれるんじゃないのっていうような感じでですね、その変性主要体になる必要性とか重要性っていうのはあまり、えー、表に出さなかったので、 多くの人はですね、そこに気づかずにですね、一生懸命この引き寄せを引き寄うと思ってたわけなんですが、ちゃんと潜在意識の扉を開ければですね、うまくいってしまうわけなんですね。それから、えっ、ー、と、この三つ目がですね、この一つ目が潜在意識の扉を開けると。そしてデータを探り、て、プラスのデータを書き込むと。それから潜在意識を通じてつながるというふうな感じでですね、この私たちは意識のレベルで皆さんがってるんだっていうような ことをですね言われてるんですけども通常の意識状態ではですね本当に歌っては言われてるものの本当につながってんのかっていうのはですね感じることができないわけなんですねところがこの変性状態になってですね潜在意識の扉を開けてあげるとこの原式というふうなものがあってでこういうふうなところを、えー、伝わってですねあの繋がってるんだっていうのをです、ね、感じられるわけなんですけどもこれをですね理論的裏付けというのがありまして 量量子論量子論論っって聞いたこととあります、はい、えと非常にですねまだあの100年くらいこの、えー、経つわけなんですけどもこの量子論が発表されてアインシュタインが生きてる頃にですね量子論が発表されたわけなんですがところがこの量子論っていうのはこの学校で教えてもらってないと中学高校であの物理の地図鑑に教えてもらうのはですねニュートン力学とかっていうのは古典力学とか。 まだ教えてくれるんですけども、量子論まだ教えてくれないわけなんですね。それなんで多くの人は知らないんですけども。この量子論っていうのはですね、えを使ってですね、量子の理論とかっていうようなのがありまして、ロジャー・ペンローズ博士、ノーベル物理学賞の受賞者なんですけども、この2020年にですね、このブラックホールという、その研究でですね、A、ノーベル物理学賞をいただいて、ごられたわけなんですけども、この物理学者と、 で、ノーベル物理学者あのこの宇宙物理を研究するには、この量子論というのがですね、非常に重要になってくるわけなんですね。で、それからこのスチュワート・ハメレフロ博士、こアイゾの大学の教授で麻酔科医の人で心理学者なんですけども、この人もですね、この実際に自分の患者さんがですね、えー、死に直面したときに脳が思いっきり働いて、それでこの宇宙の中心とですね、なんか通信をしているんだとか,なんとか、それから脳,が脳自体が。 いろんな働きをするというのは神経細胞、神,神経繊維を伝わってですね、えー、神経細胞同士が、えー、通信してたのでは時間がかかりすぎると。で実際の我々の,この日常生活がですね、その神経細胞、神経繊維を伝わっての神経細胞同士の通信だと間に合わないとかっていうような感じでですね、えー、別の方法を使ってるんじゃないかというのが両親の理論なわけなんですけども、で具体的には何かというと、 脳は脳内のマイクロチューブという構造を使ってですね、脳内だけでなく、脳の外の宇宙全体とも通信しているというふうなことをですね、言ったわけなんですね。で、この、このですね、この図はですね、えー、そのロジャー・ペンロー,ザーさんが言っている量,量子の理論とかっていうふうなものをですね、もう参考にですね、作ったんですけど、こういうふうなことがですね、原子機とかというのにつながれるんですよ、みたいな感じなわけなんですけども。これからまた この人たちだけじゃなくてですね、このアーヴィン・ラズロー博士っていう人がいるんですけども、えー、7人のノーベル平和賞を含むシンクタンクのブダペストクラブの主催者とで、物理学者で哲学者というような感じでですね、まあ、哲学者なんで瞑想とかっていう風にしてるわけなんですけども、で、このシンクタンクでですね、いろんなもんでですね、世界中の,この情報がですね集まるわけなんですけども、でそういうので、えー、しっかりと研究していて、この思想自体も、えー、ノーベル平和賞のですね、 の,の候補者になったんですけども残念ながら、えー、受賞できなかったんですけども、えー、そういった人がですね量子真空エネルギー場理論っていうのを提唱してるとこれ何かっていうとゼロポイントフィールドという超高速ネットワークの全宇宙版があって私たちは意識の世界でみんなつながっていて脳が操縦主義になってるというふうなことをですね、えー、言ってるわけなんですねで通常の使用体ではつながりを感じることができないが変性主要体になると可能になるというふうなこと この量子エネルギーは理論と。それからまた、この日本のですね、人も、この共産ラの稲村さん、非常に有名な人ですけれども、共産ラの創業者ですね、JAL の再生を行ったとかっていう感じで。で、この人はこの生き方っていう本の中にですね、えー、この知恵の蔵っていうことを言ったわけなんですね。知恵の蔵、それは言えば H の井戸だが、その所有者は人間自身ではないと。 例えば、神や宇宙が隠している普遍の真理のもので、その地を授けられることで、人類の持ってる技術は進歩し、文明を発展させることができた。というふうな感じですね。この知恵の蔵ラに繋がるとですね、あの人類の持ってる技術は進歩し、文明が発達するというふうなことで、この知恵の蔵ラインのつながり方、これがですね、えー、この潜在式コントロール法なわ,なわけなんですけども、で、でですね、この潜在式コントロール法がですね、すごいのがですね、この自分の 意図的に、えー、アイデアを受け取れると。まあ、このエッジソンも、えー、同じ方法を使ってましたし、この、えー、アップルのジョブズ氏もですね、この京セラの稲森さんも同じ方法を使ってですね、意図的にアイデアを受け取っていたと。ところがこの、えっ、ー、と、ニュートンっていうのはリンゴが木から落ちる、あの、あ、こっちか。リンゴが木から見るの、落ちるのを見てですね、バイオンで気が付いたりとか、アルキメデスっていうのは湯船からあの、お湯がですね、溢れ出るのを見てですね、この、 浮、えー、力に気がついたとかっていう感じでですね、この意図的にじゃないわけなんですね。えー、この潜在士コントロール法を用いると、意図的に、この人たちが行ったように、意図的にですね、それが行,行われていると。で、我々意識の世界でみんなつながっているというふうなことをですね、この実験で売れつけていると。で、まずその説明する順番なんですけども、機械。えー、と私たちの意識がですね、機械に 影響を及ぼすすこととががでできるるってる問題ですねそれから植物に影響を及ぼすことができると人間にですね影響を及ぼすことができるというふうなことのですね実験を行った人たちがいるんですけどもでその人たちがなんかあのとってもすごい人たちなんですけども。 このプリンストン大学の工学部長のロバート・ジャン博士と。もう科学のことは知り尽くしてるというこのロバート・ジャン博士なわけなんですけども、この人がなんと30年間の間、250万回以上の実験を繰り返した結果、人間の思考は機械に影響を与えることができるということをですね、あの言ったわけなんですね。これでこの250万回以上の実験、 この人は一人で繰り返したんですけども、俺と同じようなあの実験をですね、他の大学の研究者もですね、追試をしまして、68回も、この68人の人がですね、こういった研究を、えー、やっておりまして、で同様の結果ができあのあの確認できたと。で、どんなふうにしたかというと、まずこの乱数発生器、その出力を、えー、この、えー をですね、あの、分けまして。で、ある時には、このインディアンの、えー、写真、写真がコンピューターディスプレイに表示されると。ある時には、このカウボーイの、えー、写真がですね、ディスプレイに表示されると。でそれを、ある一定の割合でというふうな感じで、えー、できるように、えー、調節してですね。で、この時に、このインディアンの写真多く出ろっていう感じで人間が念じるわけですね。で、そうするとですね、この、 インディアンの写真が多く出るというふうなこの実験をですね、250万回以上の実験を繰り返した結果ですね、この多く出るというふうにあのやると多く出ちゃうと。で、これはその、もっとわかりやすく言うとどういうふうなことかというと、この、クォーツ時計。まあ、一般的な、えー、水晶時計とかってこういうふうな感じなわけなんですがこれをですね、えーあの、に向かってですね、時間早く進むっていうと早く進むと。遅くなれっていうと遅くなるっていうのとですね、同じような感じの実験なわけなんですね。 で、それをきちっと、えー、行ったわけ,なわけなんですけども、このようにですね、人間の意識が機械に作用するんだというふうなことが実験的に確かめられていると、なんかすごいと思うんですけども、それからこの植物にもですね、作用すると。で、これはどうやってやったかっていうと、このインターネット経由とですね、それからその会場とをですね、えー、両方ともでやったわけなんですが、こういうふうな大麦の 種のです、ね、写真を見せましてですね、そして健全に育つようにというような感じで意識の演技を送ったと、まあ、そんなように思ったわけなんですけど参加者が。で、そして、えっ、ー、と、攻勢を期すようにですね、この、えー、英軍と、このところにある軍だけじゃなくてですね、EF 軍というですね、そういったあの、多くの人に知らせないというふうな、そういったあの、えー、軍も作りましてですね、そして意識を送った後に、 土に埋めてですね育ったところとですね、この、えー、意識を送った援軍は平均して56ミリ伸びたと。送らなかった b c ングは48ミリ伸びたと。存在するかった UFO が45ミリ伸びたということで、このとこですね、着実な、確実なですね差ができていると。意識の力を使うと植物がどんどん育つというふうなことなわけなんですね。それで、えっ、ー、と、ポイントにはですね、意識が他の人の脳波、 この A3B3C さん、このターゲットの A と対象者の B と二重冒険法の C。で、この A3B 三に関しては、えー、インターネット上にですね、表示されるわけなんですけども、C さんはですね、えー、みんなにこのこの種と同じように存在を知らせてないと。だけども、この、えー、脳波系にですつ、ね、ないでおくわけなんですけども。それで、えーと、この2人もですね、でそれでこの A さん、B さんのどちらかの脳波のですね、様子がこのディスプレイ上にですね、表示されるんですけども、えっ、ー、と、この A さんの脳波が出てるのか、B さんの脳波が出てるのか、このターゲあの、この A さん、B さんも、この実験に参加している7000名の人たちにはですね、知らせていないと。で、知らせていないんですけども、この画面に出ている、この A さんあるいは B さんどっちかわかんないんですけども、そっちの、この出ている脳波、 アルファ波の、えー、量が増えろとかって感じでですね、みんなにイメージしてもらうと、実際にこの表示されている人のアルファ波のみがですね、シューッと増えていくというふうな感じなわけなんですよ。このように、えっ、ー、と、意識がですね、えっ、ー、と、他の人の脳波に作用するというふうな感じで。だから、この、私たちは意識の世界でみんながっているというのを、こういう感じでしっかりと実現、実験もされているわけなんですね。で、こういうふうなものを、えー、使ってですね、えー、やると、この、 私たちがみんなつながっているので願望実現というのもですね、できるというようなことが理論的に分かるわけなんですけどもですね。ですから我々がですね、まあ、まあ、私が妻を引き寄せたというのも、えー、人同士がつながっているからと。それから物を引き寄せられたと。えー、先ほどの馬上結婚とかっていうのってですね、物を引き寄せられたの人も物を持っている人とつながっていて、その物を自分の元に送ってくれたからなんだと。だからお金を引き寄せられたと。これもですね、お金を持っている人とつながっていって、そのお金を自分の元に送ってくれるかと。 チャンスを引き寄せれるの。あの、本を書くチャンスとかって言うんですね。チャンスを提供する人と繋がっていて、そのチャンスを提供を、そのチャンスを自分のもとに送ってくれたから。というような感じでですね。なわけなんですね。これもんで、えー、これまであやふやだった、えー、この潜在式の話がですね、この、えー、潜在式コントロール法を用いれば潜在式の扉を開けるんだと。そういったことが意図的にできてですね、開けることによって潜在式の中のデータを探ってですね、 これで望む方向に、えー、変化できるようにせん新たな潜在式のデータを書き込むことができるんだと。それから潜在式を通じ,通じるとみんなつながっているということを利用することができるんだというふうなことなわけなんですね。で、じゃあこれを実際にどうやっ,てあったらうまくこれが活用できるんでしょうかっていうふうなことなわけなんですけども潜在式をコントロールする核となる技能の解説と実習というようなことになります。で、そのですね え、技能がですね、この瞑想法と催眠、えー、療法というのは、これなわけなんですけれども。で、瞑想法。これがですね、えー、非常にですね、画期的なあ瞑想法でですね。で、えー、私もですね、いろんな瞑想法を研究をしまして、ソニーで。で、その結果ですね、あの、非常に素晴らしい瞑想法を作り上げまして、多くの人に伝えてきたわけなんです。 けどもえー、この瞑想法なわけなんですが、一般的な瞑想法、これは IBM とか GM とかですね、えー、そういった巨大企業もですね社員教育に瞑想を取れたというのが今から40、50年前のです、ねえー、話なわけなんですが、これから最近はですねインテルとか Google とか Facebook 社が、ねえー、社員教育に取れたというふうなことで、瞑想が、ね、非常に注目されて、 来てるわけけなんですけどもでそれからこういった本も出版されましてですね Google のマインドフルネス革命という本が出てましてこの中には Google 社員の5万人の10人に1人が実践する最先端のプラクティスとでそれからまたですね Google はですね1日の勤務時間のうちのですね45分間を瞑想の時間に充ててもいいですよとだから仕事中に瞑想をしてもいいですよ というふうな感じでですね、粋なり計らりいをしている会社なわけなんですけども、それから世界のエリートはなぜ瞑想するのかというふうな本も出ておりまして、えー、裏返しますと、世界のエリートのには瞑想が必須ですよというふうなことなわけなんですが、で、瞑想すると、洞察力、決断力、集中力、想像力、直感力が冴えてきますよと。おいで、えー、平常心を保つことができるんですよというふうなことなわけなんですね。この 洞察力、決断力、集中力、想像力、直感力をさえさせると。となかなかこの素晴らしいことですね。で、えー、慌てずに平常心でいられるんで、えー的、的確な判断もできちゃうというふうなことなわけなんですが。これで、えっ、ー、と、瞑想している有名人というのはどんな人たちがいるのと、先ほども、えー、お伝えしたようにですね、この、こういったアップルのジョブ氏、共産の稲森さん、それからなんとマイクロソフトのビル・ゲイツ氏もですね、瞑想してたりとか、それから元首相ですね、 安倍さんもですね、えー、瞑想しているっていうのが有名ですけども、それからビートルズの4人もですね、瞑想して素晴らしい音楽を作ったというようなことで、瞑想している有名人はたくさんいるわけなんですが、これで、えっ、ー、と、さらに瞑想の効果なわけなんですけども、この、えっ、ー、と、日経サイエンスっていうところが出ている、この瞑想の生理学っていう本の中ではですね、瞑想すると疲労が早く回復するんだと。横になってですね、えー、いるよりも瞑想してた方が、 血中,えー、血中の疲労物質を、えー、定期的に測ってみると、瞑想質は早く少なくなるんだという,ふうな結果がこの中に書いてあったわけなんですけども、それからこの本だけでなく、さまざまな本にですね、瞑想をすることによってストレスをためないと、集中力が高まると、平常心が保てると、で、良いアイデアが浮かぶ、人間関係が良くなると、直感力が高まるので運が良くなるというふうなことがですね、えー、言われているわけなんですけども、で、こういった瞑想の効果っていうのをですね、 えー、しっかりと受け取りたいんですけども、トロが、この旧来の瞑想法ではですね、えー、なかなかこの難しいと。このヨアの瞑想法、というム瞑想とかっていうのはこのヒンズー教由来と。座禅とかビバッサナマインドフルネス瞑想っていうのは仏教由来と。それから、神道。これもですね、宗教ですよね。それから、えっ、ー、と、この、こういうような感じでですね、宗教なので、信心深い人が上達するように作られているわけなんですね。このもで、一般人が享受できる瞑想の効果は略ーションとかに これマインドフルネス瞑想、えー、低瞑想っていうのはですね、宗教色を思いっきり、えー、取った瞑想法なわけなんですが、リラクセーション止まりと。これよりももっと効果の高い、えー、瞑想法は何かっていうと、このピパッサナ瞑想とかですね、この低瞑想で言えば、この上級でですね、シリーというクラスがあるんですけどでそうするともう宗教色がですね、思いっきり出てきてしまうと。 いうふうなことになるわけですね。これで、日常に行かせるようになるまでには、新人深さとですね、10年以上の長い歳月と、生活習慣ノウハウの大幅な変更等の苦行が必要になってくると。それからまた、こういうふうな、えっ、ー、と、瞑想法はですね、主観ただ、ただ打ち座るというふうな、ひたすら打ち座るとかですね、そういうふうなことをするわけなんですが、ところが、この、え、瞑想ってですね、座って、え、瞑想の状態にですね、なろうと思っていると、頭の中は雑念だらけになってしまうと。 で、えっ、ー、と、この、これはマインドフルネス瞑想の教科書の中のですね、一説なわけなんですけども、このモンキーマインドっていうですね、サルココっていう話がありますけども、こういった言葉が書いてありまして、実際にマインドフルネス高級法や座禅を行ってみると、人は思考や感情、心配、願望、苦悩などの雑念をどうしても頭の中でぐるぐるさせてしまいがちなのですと。頭の中で思考や感情を自動的につなげて止まらない状態をさらな鍛え切りに飛び移る様子で例えたわけですというふうなことで、 こういうふうなことが起きてしまうのでですね、なかなかこの、瞑想がうまくいかないというふうにですね、思ってしまうわけなんですよね。で、それなんでソニーでですね、こういったことに悩まされない瞑想法というふうなものをですね、研究して完成させたと。それから瞑想の原理とかっていうふうなことはですね、瞑想のやり方っていうのはいろんなところで教えてくれるわけなんですけども、なぜ人間が瞑想の状態になるんだろうかというふうな 研究をしてる人はですね、非常に、えー、少なくてですね、えーごあの、最近ですね、このセロトニンの研究というふうなものを、えーがいや、専門にやってる先生がいまして、その先生が瞑想の状態っていうのは、のセロトニンという脳内で伝達するが関わってるんですよ、というようなことをですね、発表しまして、セロトニンをたくさん出すようにすれば、えー、瞑想の状態がうまくいくというふうなことが分かったわけなんですよね。それで、えっ、ー、と、その、 ためにですね、この旧来から行われている教師なし瞑想っていうのとですね、教師あり瞑想っていうのがあって、こっちの教師あり瞑想の方がうまくいくっていうんで、これからお伝えする瞑想はですね、この教師あり瞑想なんですけども。で、教師なし瞑想っていうのは、どういうのかっていうと、その自分一人だけで瞑想の状態にこうっと入っていくというふうなのが教師なし瞑想と。で、教師あり瞑想っていうのは、その瞑想の先生がいてくれて、 そして、その瞑想の先生の言,言った通りにしていくと、深い瞑想の状態に入っていくというのは、あの教師の瞑想。だから瞑想の先生の、えー、言葉をですね、こうやった感じでですね、聞いてるわけなんですけどもですね。これで、一般的にですね、教師なし。今日は先生がお休みなんです、えー。この時間は、あの、自習にしますとかというとですね、みんな喜ぶんですけども、えっ、ー、と、自習だとですね、自分が何か、えー、問題やっててつまずいてもですね、先生に聞けないと。 それから、えー、復習にはですね、自習は役立つんですけども、予習をするときにはですね、なかなかこの想像力が豊かになれないんで、先生がいないとやっぱあの勉強ははかとらないと。ところがこの先生がいるとですね、新しいことも、えー、よくわかるというふうな感じでですね、この教師ありの方がですね、学習には適しているんですけども、瞑想もですね、同じようにですね、えー、一人でやるよりも先、あの先生にですね、いろいろ教えてもらいたいながら下の方がいいというふうなことで、 で、この教師あり瞑想なんですね。え、教師あり瞑想だと、レイライアンスの瞑想法っていうのは、このソニックメュテーションは教師あり瞑想なんで、上達が早くですね、短期間で瞑想の効果を日常生活にどんどん生かすことができるようになってしまうわけなんですけども。で、その教師あり瞑想ですと、この瞑想というのはリラクセーション。えー、こっちのですね、旧来の瞑想法では、この、 一般,人一般人が享受できる瞑想の効果はリラクセーション止まりなわけで、それで、えっ、ー、と、このこ瞑想のですね、本当の効果というのをなかなか、えー、身につけることができなかったわけなんですが、瞑想の効果をしっかりと、えっ、ー、と、身につけようとしてみるとですね、実は瞑想ちゃんは脳取りだったんだというなことにですね、気がつくわけなんですよね。 えっと、マサチューセッツ総合病院とハーボード,ドア大学の医学部がですね、えー、と実施した研究によるとですね、この海馬、瞑想前にこの MRI で海馬の体積を測ってですね、で瞑想後にですね、瞑想、まあ、2, か2、3ヶ月ぐらいした後にですね、また海馬の体積が測ると、海馬の体積が増えていたというふうなことが分かっていたりとか、また他の大学の先生が研究したんですけども、 この、海馬ですから、この記憶をつかそどるとこなんですね。だから記憶力が良くなるわけですね。瞑想すると。その能量っていうのは左右の脳をですね、つないでいると。私たちの脳はですね、この左右の脳をですね、使ってですね、あのいろんなことを行っているので、このつながりが良くなると。能量の断面積がですね、増えるというふうなことが、この MRL の研究で分かったわけなんですけど脳能量の断面積が増えるということはですね、 左右の脳なのながりが,よくつながりがよくなるとということなんですねそれから言語やこの体積が増えたとっていうことはいろんなことを言語化するのが得意になるというふうなことなんですねそれからこの扁桃体っていうところはですね感情を司っているんですけどもこのところの体積が減るわけですよねでそれなんであの感情がですね、えー、乱れなくなってくるとだから平常心でいられるとよくあの、えー、と昔の映画でですねなんか悪霊が で,で,ですねその悪霊退散のためにですねお坊さんがやってきてですねで村人がですねあの恐れをののいているところお坊さんはですね、えー、身代く言わせずにですね「カッツ!」とかっていうとですねあのた悪霊が退散してしまうとかっていうそういうイメージっていうのは容易にできると思うんですけどもそれは扁桃体が小さくなってきてるんで恐ろしさっていうのはあまり感じないわけですよねでそういうふうにですねこの脳、えー、と瞑想をすることによって脳のトレーニングができるんだと筋トレになる脳ト,レ脳トレが瞑想なんですよと それから、瞑想をすることによってですね、この雑念を抑えるというようなことが、えー、可能になってくると。で、この瞑想でですね、雑念を抑える練習ができると。で、この、例えば、こ紫色のですね、ことをしたいというふうなことなときに、この脳と、脳をですね、このコンピューターに立てると、この、えー、コンピューターのマルチタスク状態、脳もマルチタスク状態と。この紫色のことをしたいんですけども、いろんな 雑念がですね浮かんできて、この仕事だけに集中できないと。とところが、雑念を抑える練習をしていると、ですねこれだけに意識を集中できると。そうすると、えー、他の、えー、と雑念は消してしまえば、ですねこの、えー、バラ紫色のタスクがですね脳のリソース全体を使って仕事ができるので、非常にですね脳の働きが良くなってくると。それから、普段私たちがですぼ、ね、ーっとしているとき、そうしてると、ですねこの えー、頭を休めてるっていうの思われがちなんですけど、実はですねその時に、このというようなことが浮かんでくると、ですね、うん、頭がどんどん疲れてしまうと、でそこから意識をそらすことができるです、ね、本来の目的に意識を集中できるようなので、脳の疲弊を防ぎです、ね、集中力アップができるというような感じなんですね。母がちょっと一瞬起きてきたので、食をちょっと用意してら、はい、じゃあまたちょっと停止しておりますので、はい、ありがとうございます。 それで、ですね、この、そういうふうにこのいろんな脳の特性というふうなものをしっかりと研究して、ですね、でそれで、えー、と完成させた脳トル法がですね、ソニックメディテーションというやつなんですねで。最新の心理学とか脳性理学を応用して宗教とは一切無縁ですよと。いわゆる苦行なしでもう最初から、えー、気のエネルギーを感じたりとかです、ねえー、上手に瞑想ができたりなんかしよと。 で、この瞑想の効果にプラスですね、チャクラの効果というふうなものを加えてですね、えー、非常にですね、多くの効果が得られるようになったと。それから瞑想日常生活に近づく技能を短期間、3ヶ月間で楽しく身につけることができると。苦行とかっていうのをしないでですね、身につけることができてしまうと。で、どうしてそんなそういうことができてしまうのかというと、まあ、一生懸命この、知事学とか脳性理学を応用してですね、研究してきたわけなんですけども、 この昔の瞑想法っていうのは、の今から5000年ぐらい前ですね、えぇ、ー、疲れた瞑想法でですね、そのままあ、ただひたすらうちに座ってですね、やるとかっていうのは、結局この昔なんでですね、いろんな、えぇ、ー、掃除がなかったと。えっ、ー、と、ただひたすらですね、あの、目をつぶってですね、深呼吸をしてれば、えー、うまくいくんだっていう瞑想法の方が、あの、伝えやすかったわけですね。えっ、ー、と、 あまり難しいことをせずにですね、えー、やっていくと。それで宗教なんでですね、えー、みんな頑張ってくれるとかっていうんでですね。えー、ところが、えー、と、現代人になってくると、この瞑想っていうのは良さそ,そうだって、ね、聞くんですけど実際にやってみると難しいっていうんでですね、途中で諦めてしまうんですけども、そういうふうな、いろんな人たちにですね、対応できるようにするっていうのはですね、この、えー、最新の心学や脳性理学を要すると可能になってきた。 でそれで、えーと、何をするかというと、音と色と意識と言葉のエネルギーというのを使ってですね、チャクラというふうなものをですね、開いてしまおうと。でそして瞑想の意識状態になっていくというふうなことがですね、やっておりますけれども、チャクラというとですね、何か不思議なもの、まか不思議なもの、まか不思議のようなものに感じますけれども、実際はですね、このチャクラというのはですね、この脳から背骨を伝わっていろんな臓器に 神経が伸びてるんですけども、この神経の大きな分岐点、これを神経層って呼ぶんですけども、うん、この神経層がですね、えー、というところがチャクラというのを呼ばれるところと一致しているというのがわかりましてですね。それからその神経層には内分泌線というのがあるわけなんですけどホルモンを分泌しているところなんですが、それもですね、あると。ですからチャクラを開くことによって脳と,脳と臓器の神経的なですね、連絡がうまくいってですね、それから、えー、この ホルモンも適切に分泌されてですね。これで、えっ、ー、と、体の働きが良くなるというふうなことがですね、このチャクラを開くというふうなことなんですが、この第一チャクラというのはですね、この仙骨神経層と呼ばれてるんですね。で、第二チャクラが腰のところにあるので、腰神経層。第三チャクラが太陽神経層。第四チャクラが心臓神経層。第五チャクラが首なんで、軽神経層。で、第六チャクラが、双経動脈神経層。 第7チャクラが大脳皮質と。ですから、第7と第6、この第7チャクラが大脳皮質なので脳そのものとで。第6チャクラはですね、えー、神経層と言われてるんですけども、大脳変幻系というところが脳なわけですね、こっちの。というような形でですね、このそれからまた、このホルモンを分泌している内分泌腺は、第1チャクラが副腎で、第2チャクラがです、ね、生殖腺、第3チャクラが膵臓。 第4チャクラが狂線、第5チャクラが甲状線、第6チャクラが脳下垂体、第7チャクラが消化体というとホルモンを分泌しているところなんですよね。で、そのチャクラというのが音と色と意識と言葉のエネルギーに共鳴すると。でえ、学生時代にですね、音差、同じ周波数の音差をですね、共鳴棒をくっつけて向かい合わせておくと、片方を叩くと、片方を叩いてないのにこれも振動しだすという、そういうふうな共鳴現象というのがありまして。で、このチャクラに向かってですね、 えー、生徒さんのチャクラに向かってですね、瞑想の先生がですね、えー、音と色と意識と言葉の意味を送るわけなんですね。そうすると、共鳴現象が起きて、スッと開いちゃうという。こんなことがですね、起きてしまうわけなんですね。これで、この、どんなふうに反応するかっていうと、第一チャクラは微低骨のところにあってですね、うんっていうと,と明るいに共鳴すると。第二チャクラは下のところにあって、ううっていうと,と大体に共鳴するというような感じで、この、音と、 色というのがですね、これまでの長年の研究で分かっておりましてですね。で、第1チャクラと第7チャクラは向かい合ってあって、えっ、ー、と、第2から第6チャクラはお腹側と背中側にあってですね。で、えっ、ー、と、エネルギーがこの時計周りに入ってくるというふうに分かっていると。これでこの、えっ、ー、と、チャクラをしっかりとですね、開くとですね、オーラというふうなものがですね、かす、あの、整ってくる。 で、オーラっていうのは簡単に言うと、私たちと周りのつながりの様子を分かりやすくイメージしたものがこのオーラになっているわけですね。それで、瞑想のやり方なんですけども、えっ、ー、と、このようにですね、椅子に座ってですね、えー、手のひらを上に向けてですね、この背筋をピッと伸ばしてですね、ちょっと暗号を突き出してですね、えー、行うといいですよと。で、なぜ、なぜこうやってあを開けてあげるといいかっていうと、この実際にですね、首のこの角度をですね、こうやって変えてみると、 なんかいろいろ感じるところがあと、あ、この辺が、なんか、えっ、ー、と、肩に、あの、違和感を感じずにスッとしていられるなと。っていうふうなところがありまして、頭ってのは重たいんでですね、背筋をピッと伸ばして、その上に乗っけてあげるというふうな感じであげるとですね、うまくいくんですよね。こうやってやると、えっ、ー、と、その背中の方の筋肉がですね、この、首がこれ以上垂れないように、あの、引っ張ってるということで、肩、肩動力がしてくると。あとにこうやってやると、今度は、あの、この、 胸の方の筋肉がですね、引っ張られるとかって感じで、その、それがないようなところっていうのがこうやってありましてですね、そのところでやると思聞くと。それからこの両方の手はですね、こうやってピッと伸ばしてですね、もし背中を合わせに、えー、もう一人の自分がですね、座るとすると、えっ、ー、と、自分ともう一人の自分とでですね、ピラミッドを作ってるっていう風うな、うん感じに、えー、してい、あの、を感じていただくともう聞くと。これでこの、瞑想っていうのは、 えー、この技能なんでですね、やればやるほど上達すると。うん、ですから、えー、今回の瞑想法は今日が一番下手くそということですね。これから練習するとどんどん上達していきます。で、ただ、この瞑想は体験していただいて、えー、ご存知だと思うんですが、瞑想の状態でですね、無理になるというふうなことをですね、多くの人は言ってるんですけど、無理になることはないと。瞑想っていうのは普通の意識状態で目をつぶってる人は何ら変わらずにですね、瞑想状態に入っているという自覚がほとんどないと。 だんだんこの、慣れてくると瞑想の状態になったなというのわかるわけなんですけれども、最初のうちはですね、なんだ普通の仕事で目をつぶっている人は同じじゃないかというふうなことを感じてしまいます。それからまた、オウム心理教のようにですね、あの、人をコントロールすることができんじゃないかとか、反対にですね、自分が洗脳されたらどうしようとかって思っちゃったをする人もいるんですけれども、そんなこともないですよと。瞑想のプロセスと洗脳のプロセスは違いますということなんですけれども、 それから瞑想することによってですね、えー、この、だんだんこの、あ自分の集中力が高まってるなと、ひらめき力も、動作力も飛躍的に上がってるなっていうようなことが常に上がってわかるようになってくると。ほんで、今回のソニックメーテーションの具体的なやり方なわけなんですが、この意識を第一チャグラ、こ,のこういったですね、文章をあの瞑想の先生が、今回の場合私ですけども、これは読んでいきます。 で、そうしてですね、その通りにやっていただきますと、うまくいっちゃうというふうなことなんですね。何も知らない人もですね、この言われた通りにやってるうまくいくと。おいで、えっ、ー、と、まずですね、私が、意識を第一ャクラ微低骨のあたりに向け、何度も深呼吸をしましょうっていうんですね。言うんで、その、あ、第一ャクラっていうふうなことが知らない人も、あ微低骨のあたりにあるんだなと思って、このところでいただけると。おいで、えー、深呼吸をするわけなんですけども、えー、意識を微低骨のあたりに向け、 次の音を聞きながら、これは次の音というのは、うーんってことなんですけど大第一アコは共鳴する音と。ほんで、お腹をへこませなが息を吐くわけで,ですね。これは腹式深呼吸をしてくださいと。えっ、ー、と、胸式深呼吸っていうのは、えー、普段我々がですね、行っている深呼吸で、えー、意図的にやらなくてもですね、自然に行えるわけなんですけども、腹式っていうのはですね、意図的に行わないとできない深呼吸と。だから自分がですね、お腹をへこませて呼吸をしようなと思うと、えー、それから、 お腹を膨らませてとか、こうやってですね、えー、といろんなところで、えー、私がこうって言ってますんでその時,時が来たらそのようにですねすると腹、えー、式深呼器を意図的にできるようになってくるとでこの「口角を上げて」ってここに書いてあるわけなんですけども口角を上げるっていうのはニコッと買って笑うわけなんですがこうやってするとですねセロトニン瞑想の状態をですねにしてくれるセロトニンっていうの内でんだ物質が出るわけなんですね で、それなんでですね、これが呼び水になってですね、もっとたくさん出してる、ね。えー、瞑想の状態が深まるにつれてですね、もっとたくさん出るようになってくる。で、それを出るようにギって笑いましょう、みたいな感じなんですね。ほいで、鼻から息を何個吐きましょう。鼻から吸って鼻から吐くっていうようなやり方で、で、私がここで、うーんって10秒間言ってますんで、えっ、ー、と、このところで息を吸ってですね、あの、声は出さずに鼻から、ちょっと息を吐くという、ね。 で、10秒間っていう長い間息を吐きますと、副交換神経が優位になっていると。現代人は、えー、いろんなストレスがたくさんあってですね、交換神経優位でいろんな病気になっちゃうわけなんですけども、息を長く吐くことによって、副交換神経が優位になるっていうことが分かってきましてですね。これなんでこの10秒間ぐらいですね、私がうんって言ってあれでらっと鼻から息をスーッと吐いていくと。声は出さずに吐いていくと。これで、えっ、ー、と、これが第一話は共鳴する音。で、今度は共鳴する色が赤なわけなんですけども、 で、このお,かお腹を膨らませて吸い気とともに赤色の光を吸い込む。別にあの吸わなくてもですね、それをこれは語呂合わせなんですけども、イメージするわけなんですね。えっ、ー、と、この赤っていうのは、えー、この赤という色そのものを思い描くんじゃなくて、赤いリンゴ、赤いトマト、赤いヒナモルとかっていう感じでですね、この、そういった品物をイメージすると非常にこのところでイメージしやすいと。で、その品物のイメージが、 今度は第一チャクラの等に移っていくというふうな感じですね。やっていくともできます。で、またここで、うーんーってやってですね。で、このチャクラっていうふうなのは、えー、チャクラの機能をイメージすることによってさらに開くことができると。第一チャクラの機能っていうのは、第一の意味としっかりと繋がるというふうなことで,で、それをグランディングと呼んですけそれをグラウンディング呼ぶんですけども、そでそうして、えー、大きな安定感を得ている様子をイメージすると、とてもいい気分っていうのを持って、また、うーんーって言うとしっかりと開くと。 それから、目をつぶってるんでですね、眠たくなってくることもあると。そうした時には、筋肉にですね、手と足の筋肉にフッとこうやって力を入れていただきますと、うんうん、えー、この、えー、筋膀水っていうですね、ところからのの、脳の毛様体っていうところに信号が入ってですね、歯と、えー、あの、眠気が覚めてくると。で、なので、そのなんか、眠くなってきたなと思って、どうしようもなくなってからだと手遅れになっちゃいますので、なんかちょっと眠いなと思ったら、クッと力を入れるという感じですね。うん、つってですね。 それで、えっ、ー、と、それからですね、えー、瞑想していて雑念が浮かんできたら、この天の川とかっていうのをですね、思い描いて、その中に投げ込むと。頭の中で雑念を展開しないというふうなことがですね、重要になってきます。それで、この、ちゃんと瞑想がうまくいってんのかというふうなことを確認するためにですね、ね今回の場合にはですね、ワークもついておりますというような感じでですね。まず、通常の正体で、お母さんについて、 自分が小学校とか幼稚園だった頃のことのお母さんについてですね、紙に書いてみましょうと。楽しかったことが辛かったとかいろいろあるのでですね、それを紙に書いてみましょうとで。それをですね、この通常の仕様体で書いてみるとで。通常の仕様体っていうのはですね、この表面意識からのデータを取り出すっていうことを今度こで行うわけなんですね。で、その後に、えっ、ー、と、私は瞑想の誘導をしますんで、瞑想の状態になってですね、この目は、で、それで紙に書くときにやっぱ目を開いて書くわけなんですけども、 瞑想の時には目を閉じて、えー、瞑想を、それから、その、えー、紙に書く時には目を開いて、紙に書いて、また瞑想をする時には目をつぶるというような感じなわけなんですが。これで、この時には五感を相当にしてですね、書いていただけますと、まっきます。で、この時には潜在式のデータがですね、浮かんできているわけですね。だから、表面式のデータというのは、を浮かべるというのはこんな感じで、潜在式のデータを浮かべるというのはこんな感じだというのは、このところでわかると。で、さらにですね、今回の場合には、 この潜在識の中に、えー、イメージを探ってですねイメージを入れるというふうなことをですねしていくわけなんですが、えー、この子供時代に私たちはですねたくさんの愛情をですね両親から受け取りたいわけなんですけども、えー、なかなかです、ね、そういったわけにいかなかったと。でそれなんでこのところでつら、えー、かった思い出もですね楽しかった思い出も両方ともあるんですけどもそのもし自分が えー、子供の頃にですね、えー、今回まにはお母さんから何をしてもらったらより楽しくなれたかっていうのを、えー、子供自体の自分になりきってですね、これでこのところで書いてみると。それで、その、それがですね、えー、本当に知ってはもらってないんだけど、もしそのことをちゃんとしてもらったら、現在の自分はですね、どんなふうな楽しい人生になっているんだろうかというのをですね、このところで思い描いてですね、それで紙に書くと。 で、そうすることによってですね、潜在識の中に、えー、鮮明に思い描く、思い描けば思い,思い描くほど、それが現実だが、えー、と、イメージだーが、区別がつかなくなってくるっていう脳の仕組みがありましてで、そうすると脳の中にこの情報をですね、入れることによって、まあ、一回入れただけだと、あのー、何もならないですけど、何度も何度もこれをやることによってですね、すごくいい、えー、自分の状態になっていくというふうなことになります。で、こういった実習をやってみると。 で実際のこのソニックメィテーションの瞑想セミナーに参加していただきますと、この32種類の瞑想があってですね、いろんな用途にですね、32種類あるわけなんですけども、えー、それをすることによってですね、えーっと、自分自身をですね、どんどん高めることができるようになってくると。で今日はそれとはちょっと違いましてですね、実際に潜在宿などの中にデータを取り出して、えー、新たなそのデータを入れる というふうなことはどんなことなのかというのはこのことで体験していただくということをします。えー、それではあの紙とペンをですね用意していただきまして、えー、たくさん書くわけじゃなくて、2分間なので、ですね、えー、そんな書く量はないんで、えー、そのたくさんの紙とペンはいらないあ紙はいいらないんですけれども、これで2分間ですから、ですねほんのちょっとなわけなんですが、でその2分間ですね、えー、まず普通の仕事でですね、えー、紙に書いてみると。いでで その時にですね、私が瞑想を誘導しますんで、瞑想の状態になって紙に書いてみると。そしたらどんなふな違いがあるんだろうかっていうのをですね、えー、まずやってみます。でまず一番最初に、この、えー、普通の意思状態でですね、何でもいいですから、お母さんについてですね、思い描いてですね、思い,がいあのそれ思い浮かんだことをですね、どんどん紙に書くということをやってください。こちらの方で2分間時間をか,かっています。はい、始めてください。 はい、2分間が経ちました。さあ今度は私がですね瞑想誘導をしますんでですね瞑想の状態になってやってください。それでは、えー、いきましょう。えっ、ー、と椅子でも床でもですね座りまして背筋をこうやってピッと伸ばしてください。で背筋を伸ばしてそしてですね両方の手のひらを上にして、えー、膝の上に乗せると。まああのー 座座禅をやるときにですね、この、両方とも手を重ねていただいても全然問題ないですけれどもですね、えー、そんな感じで背筋を伸ばして、えー、姿勢を正していただきます。で、それでですね、その後私が誘導しますので、その通りにイメージしたりとか、息を、呼吸をしたりしていってください。はい。それでは行きましょう。目をつぶって大きく深呼吸を一回してください。 意識を第一桜、微低骨のあたりに向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を微低骨のあたりに向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。う そしてお腹を膨らませて、吸うきとともに赤色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともにビーテーゴザあたりが暖かな赤色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を何回か吐きましょう。うーん。 大一枠を開くと上手なグランディングができます。想像力を100万倍当たらせて自分自身が母なる大地のようにとしっかりと繋がっているところをイメージしてください。大きな安定感を得ている様子をイメージしてください。そうしてると心が豊かになりとってもいい気分です。うーん 座禅が浮かんできても、決して頭の中で展開することなしに、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れをおいき、その中に投げ込んでしまいましょう。眠気のおわさになったら、手と足の筋肉にぐっと力を入れて、何度も深呼吸をしてください。<laughs> さあ、今度は、意識を第二チャクラの下半に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。 意識を下腹に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息をようなが書きましょう。うそして、お腹を膨らませて、吸う息とともに、オレンジ色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに、下腹が温たかな。 オレンジ色に輝いてる次の音を聞きながら、お中をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く書きましょう。第2着を選ぶと、人生を情熱的に切ることができます。想像力を100万倍当たらせて、自分の進化。 生きる希望に溢れている様子をイメージしてください。人生を情熱的に生きている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになりとってもいい気分です。うー 今度は意識を第3チャクラの水落ちに向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を水落ちに向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を何回か吐きましょうお。そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに。 黄色い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに水落ちがきれいな黄色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、おなをへこませながら、口角を上げて鼻から息を長くかきましょう。おー 第3着をレクトくと自信とパワーがみなぎります。想像力を100万倍を垂らせて呼吸ともに自分自身に大きな自信が湧き上がってくる様子をイメージしてください。大きなパワーが湧き上がってくる様子をイメージしてください。そうしてると心が豊かになりとってもいい気分です。おー 第4チャクラの胸に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を胸に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。ああそしてお腹を膨らませながら吸う息とともに。 緑色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに胸が綺麗な緑色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。ああ 第四着を出ると、無条件のアイネルギーを感じます。想像力を100万倍働かせて自分自身が自分を愛し、他者を愛しているところをイメージしてください。そうしてると、他者からも愛され、無条件のアイネルギーを感じることができ、とってもいい気分です。あー 雑音が浮かんできても、決して頭の中で展開することなし。目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを思い描き、その中に投げ込んでしまいましょう。眠気のさそうになっても、手と足の筋肉にぐっと力を入れて、何度も深呼吸をしてください。さあ、今度は、意識を第五チャクラの喉に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。 意識を喉に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。そ、えー。そして、お腹を膨らませながら、吸う日とともに、青い光を吸い込んでいるところを想像してください。 白衣ともに喉が美しい青色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く書きましょう。えぇ、ー、第五着を選ぶと素晴らしいコミュニケーション能力が得られます。 想像力を100万倍働かせて自分身が自分の思いを自由に人に話している様子をイメージしてください。人の話も心を聞けている様子をイメージしてください。素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると心が豊かになりとってもいい気分です。えー 今度意識を第六チャクラの頭の中心に向け何度も深呼吸をしてみましょう意識を頭の中心に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長がかけましょう <laughs> そしてお腹を膨らませながら吸う日とともに 藍色の光を吸い込んでいるところを想像してください。悪意ともに頭の中心が美しい、あいろに変えている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お中をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。<music> ダイレクチャクをやると素晴らしい洞察力に溢れます。想像力を100万倍当たらせて自分チン真実を見通している様子をイメージしてください。直感力に溢れている様子をイメージしてください。アイデアがどんどん湧いてくる様子をイメージしていると心の豊りになりとってもいい気分です。い さあ、今度は意識を第7チャクラの登頂に向けて何度も深呼吸をしてみましょう意識を登頂に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう,うーんそしてお腹を吐からませながら吸う日とともに 紫色の光を吸い込んでいるところを想像してください。く息ともに頭頂が美しい、紫色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を何をかきましょう。う ダイナーチャークララクとワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍当たらせて自分自身が、コーチの世界とつながっている様子をイメージしてください。そしてすべてを理解し、すべてを知る。すべては一つあるというワンネスの世界をイメージしてください。そう知ると心が豊かになりとってもいい気分です。うーん。 さあこれで深い瞑想の状態に入りました。この瞑想の状態において、お母さんについて、自分自身が小学校や幼稚園の頃、どんな楽しかったことがあったり、どんなた辛いことがあったりなんかしたのか、それを2分間、目を置いて紙に書いてください。はい。始めてください。通常の宿題で行ったように、頭の中で整理してから吐くのではなく、思い浮かんだことをそのままどんどん書いていきましょう。 はい、二分間が経ちました。今書いていることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を三回してください。そして深呼吸が三回終わったら、今度は子供時代に。 お母さんから愛情をたっぷりと受け取ったと仮定してどんなことをしてもらったらより楽しかったのかどんなことをしてもらったらより嬉しいのかその子供時代にお母さんにこんなことをしてもらってこんなに嬉しいそんな様子を思いやきそれを紙に書いてください。はい、始めてください。 最後いて出ることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、今度は、実際とは違って、両親からお母さんから思いっきり愛情をもらったとしたら、今の自分自身がより楽しく、 よりうまくいっている人生をイメージしてみましょう。もし自分自身が両親から、お母さんからたくさんの愛情を子供時代にもらったら、今の自分がこんな風に楽しくなってるだろうな。今の自分の人生がこんな風によりうまくいってるだろうなと。とそんな自分の人生のイメージを思い描き、そしてそれで喜んで感謝をしている様子を紙に書いてください。はい、始めてください。 今書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してくださいさあ深呼吸が3回終わったら意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻しましょう押して 自分自身か。激しい運動した後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラエネルギーを沈めましょう。第7チャクラ、頭頂のエネルギーが沈まります。うーん第6チャクラ、頭の中心のエネルギーが沈まりますいー。第5チャクラ、喉のエネルギーが沈まります。えー 第四チャクラ、胸のエネルギーが沈まります。あー第三チャクラ、水落ちのエネルギーが沈まります。おー第二チャクラ、下のエネルギーが沈まります。うーん。第一チャクラ、微低骨のエネルギーが沈まります。うーん。意識をゆっくりと、ゆっくりと戻しましょう。 意識が戻ったら手と足の指先を曲げたり伸ばしたりしてください。手首、足首を曲げたり伸ばしたりしてください。体全体の筋肉にぐっと力を入れて意識をしっかり伸ばしましょう。意識が戻ったら軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。さあ、どうだったでしょうか感想を教えてください。いいですね。えっと、

表面意識の記憶でですね、アイフルー断片的と、で瞑想の状態になるとですね、この潜在意識の情報を、えー、受け取ることができるのでより鮮明で具体的になってくるというふうなことなんですけどこの辺はどうでした？そうですね。以前にそのリパッソナーをやったとは思い出したこともないような細かいことまでふと思い出すことがあったんですけれども、今は 別に細かい思い出したことないような昔のことは思い出してこなくて、えー、その瞑想をやった後は、なんか感謝の気持ちばっかり出てきました。ありがとうございます。で、この前、えっ、ー、と、三味療法を受けていただいて、えー、その時も、あの、あれですか、えー、かなり、その時に出てきたの方が、まあ、鮮明だったと思うんですけども。 その時と比べてどうでしたあんまりよく覚えてないんですけど。あ覚えてないですかあんまり、あんまり、なんていうか、これでいいのかなみたいな。それ,それなりに、まあ、良かったんです。良かったと思うんですけどうん。これでいいのかなって自分で想像してるような。あ、なるほど。えー、あのお、いいんですよ。<ー>それで、自信を持ってやっていただければですね。 えとこ,ういうこのようにですねあの、えー、なっているわけで,でそれでですねその実際はこの後マインドフレス瞑想をやったりとかです、ね、していただくんですけども,もうあのビパスタを体験されてるっていうのでこれを言わなくてもこれマインドフレス瞑想とかビパスタの場合だとどうしても雑念がたくさん出てきてしまったりなんかするんですが今回の場合には雑念も浮かびにくかったと思うんですけどどうですかね。 そう,そうですね、そうですね、雑念を浮かべてる暇がなくていかです。んな感じでです。え,<あ>えっと、なんかあのあれすす、ここはスー、スーーだと思ってたらあの、入ってくださいとか、なんか、えっと、混乱しながらも、あの、行っていただくと、そういうことに集中できていいと思います。そうなんですよね、あの、実際にこの、本当に雑念の処理っていうのはですね、 難しいのが瞑想で、まあ、それがですね、すんなりとうまくいってしまうというふうなことなわけなんですけどもですね。で、それなんで、この、えー、今、世の中にある瞑想法なの中で一番、あのー、簡単に一番深く、深いところで入れる瞑想法というふうなことで、これで、この、実際にですね、えー、これを使うと自分の魂につながったりとか、相手の,た、ま、相手の潜在意識につながっているとかっていうようなこともできたりとかですね、えー、それから、 うちらのヒーラーとかっていうのにつながりますとですね、ヒーリングができて、例えば、あの、義理のお母さんのですね、えー、のヒー,ヒーリングをしてあげたりとか、旦那さんのこの、あの、えー、体の調子を良くしてあげたりとかっていうふうなこともですね、できるようになってしまうっていう、なんか、人生が非常にあの、明るくなる瞑想法なわけなんですけどもですね。えー、っと、そんな感じで。 ゲサミ療法はこの前受けていただいたんで、これ特に説明しなくても、なんか、えー、こんなですね。あ,あと、あとで、この、こういうふうなですね、電子書籍とかっていうのをダウンロードてあのするアドレスをですね、送りますんで、楽しみにしてください。それで、えっ、ー、と、この <laughs>、えー、実際にですね、これ受けてもらったとき、えーまあ、最初のうちは、出しゃぐり状態だったのだんだんやっていくうちにですね、いろんなことが分かって、 来たんじゃないかと思そ、ね、れでこういうふうな感じで、えー、いろいろやっていただいたと思うんですけどもこのそのこの前世というふうなものがこういうもんだというふうな感じで聞いてそあの最後の時にはどんなふうに思われましたうん自分で想像してるっていう感じがしたんですけどだから。う まあ、よくわかんなん <laughs> で実際にこの前世今、えーとうん、瞑想でですねここからの、えー、情報を取り出したわけなんですよね、うん、で前世療法の時にはこことかこことか潜在式の奥底にあるいろんな人格のデータのとこからデータを取り出すというふうなことででそのデータを取り出してもこれが表面式に一度上がってからここで解釈をし直して ほんであのあ自分の前世はこうなんだなとか自分の幼児がはこうなんだなっていうような感じで見るんでですねあ,あのそ,そうだというふうに思うとおなるほどそうだったなと思うんだけどもっと鮮明に見たいなとかっていうふうに欲を出してしまってこのところで思考が働いちゃうとですねうまく出てこなくるようになっちゃうんですねだからここから表面式にデータが起きたらそれを真に受けてですねその通りに喋、えー、ったりとかイメージしたりなんかするとどんどん。 うまくいってここにプラスのデータを入れてあげると、えー、さらにですね、えー、いろんなことがうまく影響になるわけですけどですね。で、<laughs> おいで、この、こんなことが分かったりとか、この、こんなことが分かったりとかするわけなんですが、で、これも催眠の時にお伝えしたんじゃないかと思うんですけども、この、この催眠っていうのは受けただけだと思い出にしかならないんですよと。で、学生時代も何度も何度も、 えー、勉強してですね、えー、繰り返し記憶の中にですね、定着させるってことをしたんですが、催眠の方もですね、この日々の自己催眠っていうのを続けることによって、潜在意識の中のデータを書き換えてですね、それを定着させることができると。これで、そのために、このライディアンスでは、こういうふうなアフターサポートがあってですね、今日催眠の記録とかっていうのも送っなんかしてるんですけど催眠療法っていうのが一度受けるだけじゃなくてですね、 えー、あの、この日々の自己催眠をずっと続けていくっていうことが重要なんですね。これでまた催眠療法を受けて、この催眠の記録を受け取って、これとこれを読み比べてみると、あ、こんなにも自分自身は、えー、変化したのかっていうのはここでわかるんですよね。これで、そうすると、この日々の自己催眠、このところやってる時には、うん、このやってていいのかなこの日々の自己催眠あんまり変わんないぞとかと思っていたとしても、これで見るとですね、あ、こんなにも変わった。じゃあもっと一生懸命やろうと気になって。で、この辺になってくると、自分が日々やって、 自分の人生が良くなっていくななというのがだんだん分かってくると。そしてまたその催眠療法を受けて、えー、記録を受け取ってこれをです、ね、ん見比べてみると、あこんなにも自分は変化してるんだと。こ日々の自己催眠に絶対やっていった方がいいなという感じで,です、ね、どん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 やっていくと、どんどん効果が出てくるというふうなことで。で,ですから、この自分自身を変化させていく、自分の周りを変化させていく。 自分が変化すると自分の周りも変化しますんでですね、そのためにはこの潜在式コントロール法って言って潜在式の扉を開けて潜在式の中のデータを探ってですね、そして望む方向に書き換えていくと。で、その潜在式を通じて繋がってるんだというふうなことをですね、えー、っと、催眠療法の時も 全、えー、その潜在意識の不足からのデータを取り出してですね、それで、えっ、ー、と、いろんな人との関わりをですね、えー、見てみたんですけども、瞑想ですと、この、えっ、ー、と、潜在意識を通じて我々意識の世界でみんな繋ながってるんだっていうのをですねは、肌で感じるっていうようなことがですね、できるようになっちゃうわけなんですけどもですね。で、こういうふうにですね、えー、やっていくと。ですから、えっ、ー、と、 なんかビジネスでも、人生でもうまく活かすためには、まず潜在式の扉を開けて、正確のデータを探って、その中に良いデータを置いていくと。それで、命のデータを探って良い選択肢を選ぶと。それから人と人、チアノクラウドとドンブとのつながりを活かしてですね、えー、やっていくというふうな、これがですね、この潜在式コントロール法というふうなわけなんですけれども。これで、このですね、潜在式コントロール法のですね、これから3位ですね、 具体的な説明を行っていきますのでよろしくお願いします。ますえっとその具体的な内容がですね、えー、これにあたるわけなんですけどもこの線座式コントロール法というふうなのがえっ、ー、とどんな具体的な内容でえー、あってですねで、えー、今日は、えー、一体 一例すんでですね、どんな科学がかっていうのをここでお伝えしちゃいますんでですね、えー、まずこのビジネスとプライベートで成功してですね、理想の人生を手に入れる。今、えー、共有ちゃんとできてます、画面の。はい、はい。で、えっ、ー、と、こんな感じですね、していくのがこれからお伝えするやつで、これでこの潜在識をコントロールする方法をマスターするための講座ですというような感じ。ビジネスとプライベートの両方で成功してですね、理想のライフスタイルを手に入れることができますと。 で、このソニー株式会社のですね、イブカマスレーシの意思というのがありまして、子供の未来を明るいものにするというふうなことなわけですね。だから子供未来っていうことはオタの現在なわけなんですけど、それを明るいものにしていくと。で、その方法がこの潜在式コントロール方法なんですよ、というふうなことなんですね。ほいで、でですね、えー、ラデラアンスのミッションとしてはですね、楽しながら成功できる経営者を増やすと。まあ、この、今、 えー、貯金を取り崩してとかっていうのを買ってますけども、これをですね、もっと本格的にビジネスとしてですね、成り立たせていくためにですね、潜在意識を活用する方法をお伝えしましょうと。それからもう一個の、あの、ダイナスのビジョンとしてですね、瞑想と催眠で地球を癒すというふうなことで。で、実際にこの、先ほど見ていただいた、瞑想の整理学っていう本の中にですね、1%効果っていうのが書いてあるんですけども、 その1%効果っていうのを使いますと、この、これが可能になってくるわけなんですけどで、それも瞑想と催眠でですね、あの、加速することができるんですよね。で、こういうふうなミッションのもとに、ライディアンスは日々、あの、活動しているわけなんですけども。これでこの、今回のですね、新雑誌活用法のプログラムに参加するメリットなんですけども、この7つの技能が身についちゃいますよということなんですよね。 で、この7つの技能が身につくと潜在意識を健全化しビジネスや人生を思い通りに進められるようになりますと。で、潜在意識の中のデータを探り改善する。この技能。この潜在意識の中のデータを探り改善できたらどのくらいいいと思いますとてもいいと思います。ね、ものすごくいいですよね。もう本当に、えー、すごいっていう話なわけなんですが。ほいで、それからその、 目標達成の達人になる,なるとしたら、えーど、どんな目標達成をしていきたいですか先ほど言った、あえーえーまあ、家族の幸せと、はいビ、ビジネスでも社会に貢献して、はい、存続の意義もある感謝とそうですよ、ね。いいですよね、それってね。それから感情を上手にコントロールする技能。まあ、それ大事ですね。ね それから人間の持つ体の初期のこれはチャクラをですね活性化あの開いてしまうということなんですけどもこういうのはきちんとできたらいいと思いませ、ねね、ん。ですよね,すねでチャクラの、えー、状態をですね観察できる装置っていうのがなんかありましてあのなんかこの量子力学というのをです、ね、思いっきり使ってですねなんかあの遠隔でもそれが測定できてしまうとかっていうのが。えー あるんですけれどもこれも90何パーセント開いてますよみたいな感じで測定が出てるんですけれどもですね。あで,いで,すねでそれでそれからその自分だけじゃなくてそのあのお母さんとか旦那さんとかのチャクラもですね開いてあげることができるようになるんですよね。いいですねそれから宇宙の意思からの良いアイデアを引き出すとかっていうのはこれやったことありますんなんかいいアイデアってのはやっぱりそこから出てきたもんじゃないかと思います,すでこういうふうにですね あの、やると、例えば、自分でのこのアクセサリーを作るときにですね、うん、あの、どんなのつ作ったらいいんだろうかとかいうのがですね、分かってきたりなかするんですよね。うん、それから、あの、人の心をつかむ技能とかっていうのがですね、これはどんなことにつ使いたいと思いますうん、いつもつかまなくてもいいですけど、ね、人間関係をよくするのもいいですよね。つか掴むっていうと、なんかあれですけども、 あの相手との人間関係をより良くするというふうな感じでだんだんあの、えー、とお母さんの方うも意思疎通が理想的にできなくなってしまった時になんかこのお母さんもなんかイライラしてくるし自分中もイライラしてくるとその時にですね潜在意識レベルでつながってあげると,、えー、とどんなことをしてあげたら喜ぶんだろうっていうのがです、ね、分かってきたかするんですよね。そううでですすねななんかできるような気がします こういうとかあと、あの、顧客にどのようにアプローチしたらよりうまくいくんだろうっていうのもなんと浮かんでくるようになってきたりとかすると。ね、それから願望達成っていうのもうまくいくようになってしまうというふうなことなんですけど、うん、どうですかねこの、えっ、ー、と、こういうふうなのが、えっ、ー、と、なんか一生懸命この覚えようと。なんかその、お勉強するというよりもですね、 このプログラムをやってですね、1日30分間のワークを続けていくと、一生使える技能が自然に身についてですね、難なく習慣化して、次第に潜在意識が健全になってですね、やることなすことが自然にうまくいくようになって、で、人生も、そのビジネスもうまくいってしまうという、そういうふうなことができたんですけども、どうですかね、これが全部できるわけなんですけども、これから。いいです。 ね嬉しいですよね、これ絶対に。うん、私も、もう本当にみん、皆さんがやっていただきたいなって思ってるわけなんで,ですよね。そ、うん、れで、えっ、ー、と、そうしていくとですね、えっ、ー、と、提供する内容が、結局この潜在意識の扉を開けて、潜在意識の中のデータを探って、その必要なデータを書き込んでですね、で潜在意識を通じてみんなつながっちゃいましょうと。それで、この成功するためにはですね、潜在意識活用法で、この大きなプラスをここに入れてですね、 あの、その、普通の式状態では、あの、潜在式の扉っていうのは固く閉まっちゃってるので、この明細や催眠の式状態になってですね、潜在式の扉を開けてですね、ほんで、どんなプラスのデータ、マイナスのデータ、ニュータルのデータが入ってるのかっていうんで、マイナスのデータっていうのをですね、えー、見てですね、それをどんどん癒していくと。ほんで、えっ、ー、と、この、あこれとか、 この日々の自己催眠っていうのは何日間ぐらい続いてますめ催眠療法の。何日続いてるのかなそれをですね、<え>1か月以上は続いたのかなああ、すごいですねで。そういうのをですね、どんどん続けていって、瞑想と催眠で両方ともやっていくとですね、どんどんここにプラスが入っていくというような感じ。で日々の自己催眠やるときも、 あのー、そこに不満とかっていうのを書き出すっていうよりも。えー、自分が、えと、一ランクも二ランクも高い指標体になってですね、慈悲の心を持ってですね。そういったのをやってみると、また効果が上がっていくわけなんですよね。確か、あの、なていうかね、テーマが、その,あの、繰り返し、子供の頃の写真から。その、あの、始めてみたんで、写真がなくて、それで。なんか、かかりにくかったんで、それで。 結局ちちょっっっと興味しなっちゃった感じそれで,すけど、ね、でこの写真がなかった場合にはですねあの使えるのが Google マップとかっていう便利なものがあったりかするんですけども、うん、Google マップでですねその子供時代に遊んでいた場所がまあだいぶ変わってきちゃってると思うんですけどもどの中でも変わってないところとは変わってないところとあるんでですねそういうようなところを見ながらですね、えー、やっていくと、うん、あの非常にこの。 思いいせやすすんですよねそれからあとどんどんこの思い浮かぶせていくとえ自然にですねいろんなことが思い浮かびやすくなってくるんですよねそれからまた人の人のっていうんですか私たちの感覚っていうのが視覚データを引き出すのが得意な人と触覚データを引き出すのが得意な人と嗅覚とか音のデータを引き出すのが得意な人っていろんなそのデータを取り出すのが得意な人がいてもし自分自身がその時に視覚データを取り出すのがあんまり得意じゃなかったとしたら あのどんな、うん、と日々の自己最面をやってこの子ども時代を思い浮かばせようとした、えー、ときにどんなことが多く浮かんできているんだろうかというのをです、ね、見てみると自分の得意分野が分かるんですね。でその得意分野を伸ばしていくと資格データを取り出すのも上手になってくるというふうな感じでですねそうやってもう一回やり直してみるとです、ね、いいいんんじゃないかと思うんですよね資格が得意だと思ってるんですけど <laughs>、はい、あのじゃあ 適当に自己流を混ぜながら、続けっていうことが大丈夫なんですかね。もう、続けるというふうなことがですね、なにしろ。うまくいくコツ。なんですよね。うんうん、それであの、やっていくと、あの、メール。もう、出し、メール、ええー、と、読んでいただきました。なんか、あの。催眠とメめせると、こんないいことわかりますよとかっていうの。そうしっかりなります。それでですね、なんか、このガイドと。 あのうちらの人と会話ができるようになった人も結構たくさんいますのでですね。うんうん、だからあの毎日、えー、時間を決めてですね、それでガイドの姿形もしっかりと感じ取って、これでメッセージをあのやり取りをするとですね、本当にあの人生はよくなってきますのでですね。あ,あと、はい寝ちゃうんででですよ途中で <laughs> であの寝るというのはどっちかというとですね、あの睡眠不足。 で睡眠時間を十分とってるとしたら、睡眠の質が低いんですよね。で、その場合には、あの、オックスフォード内部だったかな、なんか、あのでその睡眠研究所っていうところがあってですね、そ、うん、れで、そこのところの、日本人のです、ね、研究員の人が書いた本があるんですよね。はい、それって読んだことありませんない、ないです。で、睡眠負債とかっていうような感じで、 このきちっとした睡眠がとれてないとあのうまくいきませんよっていう、一日最低でも7時間は良質の睡眠をとってくださいねっていうようなことがですね書いてあって、そのやり方はあの寝る1時間ぐらい前にお風呂に入って、そして、えー、と出てからあの体の体温がすーっと下がっていくと。で下がっていっててい 身体の中の深部音っていうのと表面の温度ってなんですけども、それが同じぐらいになってくると眠気を催してスッと眠れてですね、両親の睡眠が取れるとかっていうような感じで,ですね。書いてなんかすると。そうすると、やってる時に眠くならないで済むとか。うん、あるいは、この、えー、この、催眠の時もですね、呼吸という風なものにしっかりと意識を向けてで,てですね、うん、ほんで、それで <laughs>、しっかりと、あの、複色深呼吸をい、 意図しながら行っていくと、途中で寝落ちしないんですよね。あの、呼吸に意識は向けずに、ええー、だから、つま先から力が抜けたっていう時にですね、つま先から力がっていうところでずっと息を吸ってですね、で、抜けたっていうところで息をたーっと吐いて、で、またかかとから力が抜けたっていうね、この複式進行行業ですね、しっかりとそのところでやっていきますと、あの、呼吸に意識が向いてますんで寝ないんですよね。 だそうやってですね、やっていただくとうまくいくと思うんですけどね。一人でいことにいろいろ個人的な <laughs> 相談させていただいて、はい、どうもありがとうございます。一対一のことですね。そうですね、すごい。<laughs> それで、あの、この運命のデータもですね、催眠のときに、どうでしたその、自分のこの、人生の感染道路とかっていうのそんな頑張ってとかやってごめんなさい、なんか。いやあの、何でも試してみようと思うんですけども、なんか。 演奏もそうなんですけどそんなに入り込めてないというか <laughs> あのますこの練習なんですよね練習していくとですねすぐ上,上達しちゃうんですけどもそこまでなかなかあの辛抱が効かないとかなってな、ね、<laughs> <laughs> それであのー、この私たちは意識の世界でみんなつながっているというふうな感じで先ほどもお伝えしたようにですねこの物学、えー、の世界でもですねちゃんと確認されてるんでですねこのただ イメージだけでやってるイメージって言うんですか、なんかそう,そうなんじゃないの、そうなったら嬉しいなってやってるわけじゃなくて、ちゃんとやるとちゃんとできるというふうなことなわけなんですけどですね。これでこの、この具体的な手段っていうのが、このソニックメディテーションの瞑想セミナーと、催眠療法と、自己催眠セミナーと、癌物現セミナーと、地上自己ビデオセミナーっていうのを、これをですね、しっかりとやりましょうというふうなことで。これで、えっ、ー、と、この、えー、瞑想セミナーっていうのは、相手の心をしっかりと掴み続ける機能とかですね、宇宙からのエッチ、 やでを引き出すす技能とかですね人間の持つ体の初期能を強化する技能とかですね、感情を上手にコントロールする技能とか、こういうのを見学わけなんですね。で、これ、あのー、今日やってみたいに会場でもオンラインでもネット講座でもできちゃうんですよ、というふうな感じで。で、この、えー、このネット講座なんですけども、ネット講座の説明ってこの前しましたいや、あの、あ、していただいたかもしれないですけど、ちょっと記憶になって。えっと、ネット講座はですね、えー うこれですねあの、ホームページにもネット講座あるってあったんですけども、ね、ネットでうまくつながるかなとか思っちゃって。これで、あのー、これが PC の画面でですね、うん、でこれをこうやってやっておくと、これスマホの画面になるんですけど、でそれで、えー、こういうふうなメンバーサイトっていうのがありましてですね。うん それで、この催眠とか瞑想とか、それから今日のプログラムを受けてありますと、これがですね、えー、開けるようになりましてで、コンテンツっていうところをクリックして、このコンテンツの、えー、オレンジ色のバーをもう一回クリックすると、これ願望実現セミナーとかっていうと、保電ネット講座っていうのが書いてあるんですけども、まあのー、こ,こなんな感じでテキストがあって、セミナー中の動画をここで撮ってありましてですね、そ、うん、れで、えっ、ー、とー、このセミナー の時に言、私が言ってるのをそのまま取ったやつなんですけども、うん、それで、えっ、ー、と、今度は瞑想の誘導があって、瞑想の解説、動画解説、瞑想の誘導があってっていうようなことこれ、これ、えー、ずっとありますんで、これをですね、繰り返していくと願望実現の達になってしまうという、そういうすごい話なんですけども。それからまた、この <laughs> ソニックメディテーションっていうやつは、このソニック1、2、3っていうのは、これは今でしたら7月、8月、9月っていうような感じでですね、やっていくんですけども、 このとこでもこうやってテキストがあってですね。これで動画がずっとありまして。でこの音声誘導とか音声解説ってあって動画があって音声誘導とかあってですね。この、えっ、ー、と、ガイドにつながる。この、その催眠でガイドにつながる方法っていうのは、催眠療法の,のところでお伝えしましたんですけど瞑想でガイドにつながる方法っていうのがこのところでありましてですね。これで、えっ、ー、と、実際にですね、相手のガイドにつながっちゃいましょうと。 相手のガイドに繋がるんで、自分のガイドに頼んで、相手のガイドに繋がることができると。そうすると、相手にどんなことをしてあげたら、この人が喜ぶのかっていうのがわかるんで、この人との人間関係は良くなるわけなんですね。で、相手の心をしっかりと使うことができると。で、そういうふうなのがありましてですね。で、コンテンツ。で、ソニックメンテーションの2回目、3回目とかってって、3回目になりますと、えっ、ー、と、こうやってですね、ウチアのヒーラーというのにつながる。これもガイドの えー、種類のうちの一つなんですけども、そうすると自分自身がですね、こういう,うに、えっ、ー、と、相手のチャグラとかオーラとかっていうのをしっかりとですね、あの、整えてあげることができると。ですから、お母さんの、えー、がオーラとかチャグラをですね、開いてあげたりとか、旦那さんのオーラとかチャグラを開いてあげたりとかすることができたりとか、それから他の人、見ず知らずの人とかですね、お客さんとかっていうのをちゃんとこうやって、その人を目の前にこうやって横たわらせなくてもですね、 イメージの中でこうやって、えー、横たわってる様子をイメージしてもらうとですね、この、こんな感じでですね、ヒーリングをすることができて、相手の状態を良くしてしまったりとか、相手がどんなふうなことを感じてるんだろうかっていうのをですね、えー、感じることができたりとかしてですね、こういうような感じで、えー、オーラとかっていうのもですね、感じることが、感じて活用することができるようになってしまいますと。それから、次にですね、この、 えっと、この上級セミナーっていうのは、あの、ソニックメーテーションをですね、より日常生活に活かすためのセミナーがこのところにあるわけなんですけども。で、そして、この催眠療法というところがありますと、この日々の自己催眠101日間もここから利用できるようになるんですね。ほいで、えー、自己催眠セミナーっていうのはネット講座っていうような感じですね。ここでこんな感じで、自己催眠のこの解説とですね、で、このワークとかっていうのはですね、 え、これで,できるようになっているとかですね。それから、えー、この潜在意識っていうところでですね、この、これが、この催眠とか瞑想とかをやっていく上で、とっても重要な内容を、えー、12個まとめたもので、この、えー、うちの位置をつなぐとかの重要なんでですね、こうやって今度も繋がる方法と実際の解説とかっていうのはですね、本度もしてあると。というふうな面がありましてですね。 で、こういうふうな、えー、その、スマホでも PC でもですね、いつでもどこでもネットがつながっているところだったら、こうやって、えー、自分のですね、幸せになるための技能を高めていくことができちゃうというような感じで。それから、えー、Facebook グループというのがあってですね、この、えー、これをやっている仲間とのですね、えー、情報交換もこのところで、クローズドなんて他の人には、えー、見られないような感じでですね、情報交換がている。 で、そうすると、あの、えっ、ー、と、転職というところで成功した人のように、何か困ったことがあったら、うん、意識のように送ってくださいね、というような感じでですね、やっていくと、えー、意識のようにをですね、送ってもらったりとか、あるいは自分でですね、今度反対に送ったみたいなんかすると、えー、ギバンド提供ができていいな、みたいな感じ。で、意識のようには、あの、送っても減りませんのでですね、えぇ、ー、たくさん送ってあげると、みんなが喜んでくれるということになります。これで、えっ、ー、と、この催眠療法っていうのも、 こののの、えー、潜在のデータををり改善すするとそれかからら宇宙の位置からを引き出す機能から本当に日々の自己催眠に101日間というのはです、ね、とても重要になってくるわけなんですけども。で、これをですね、このアフターサポートっていうのもしっかりとついて。で、この予想のとで催眠療法を受けると、この催眠の記録って受け取れないんですよね。で、それなんで、それからとこういったアフターサポートもついてないんで、 え、受けっぱなしで終わってしまってですね、えーあ、昔、サミリを受けたようなで終わっちゃうわけなんですね。で、ライディナスの場合だと、サミリオを受けました。催眠の記録を受けています。と、こういうのをやって。で、この、実際のこのプログラムもですね、サミリを3回受けるようにセットしてありますんで、えー、非常にですね、このままくくと。それから、この自己催眠セミナーなわけなんですが、この目標達成の達成になるためのセミナーと。で、この、ですから今回、この、えー、 プログラムにですね、潜在式活用、潜在式コントロールのプログラムというのに、えー、その参加してはいいんだけど、えー、なかなか進まないんだというふうな、えー、こともですね、この潜在式の中に自分自身が、えー、このプログラムをやってですね、で、成功してうまくいってるというデータをですね、入れる。で、そうするとですね、えー、この潜在式がそっちがうまくいこうに言っいるんで、フル回転してくれますのでですね、うまくいっちゃうと。だから、これまで、あの、 これまではですね、例えばダイエットなんかやるぞとかって思ってですね、だけど潜在意識の中にダイエットした結果とかっていうふうなものを、えっ、ー、と、入れることができないんで、普通の仕態だと。それなんで、ダイエットがうまくいかなかったりなんかするんですけども、それから、今回の場合には、この、催眠の状態になって、潜在意識の扉を開けて、目標達成した暁を潜在意識の中に入れてあげると、潜在意識がパワー全開となって、スムーズな目標達成ができるようになっていくる。 それから、この、催眠療法をやるときには、えっ、ー、と、催眠の詳細理論とかっていうのはお伝えしてなかったわけなんですけども、この、その、なぜ催眠の状態になるのか、そう,そういったことを言うと、どうしてその催眠が深まるのかとかですね、それから、この、えっ、ー、と、目標達成のための、えー、自己暗示文っていうのを書くんですけども、その上手な書き方とかっていうのがちゃんとわかっちゃいますんで、そうすると、三日坊主にならずにですね、 毎日の、えー、催眠や瞑想の練習をですね、習慣化するという目標達成とか、えー、それから仕事をするという目標達成とか、そういうのがですね、うまくいってしまうと。だから、様々な目標を途中で諦めかずに、諦めずに達成しきる技能っていうのをですね、見抜くことができるようになってくると。で、これも会場でもオンラインでもネットでもできますよと。それから願望実現。えー、これはですね、えー、願望実現の達人になる ためのセミナーなんですけども普通のこの引き寄せの法則っていうのは通常の式状態で使うということで,でうまくいかないんですよね。でこれは瞑想の状態になって潜在意識の扉を開けるからこそうまくいくと。それで引き寄せたいものの条件をですねしっかりと列挙するんですよね。えー、とそれで一般のこの引き寄せは自分が欲しいものを紙に書いてほっとくっていうのが一般の引き寄せなんですけどもそれは潜在意識の扉が開けないのでそのようなやり方をするんですけども。 実際に潜在式の扉を開けて自分が引き寄せたいものの条件をです、ね、鮮明に書き出すと。おいで,で、私の場合もこの妻、私のベストな妻はこの人なんですみたいな感じで、その運命の選択肢のを参,参考にしながらですね、参照しながら、えー、抽出していくと。それでその人に向かって意識のエネるギとをその人がやっていくと。だからその顧客、 ラディアンスに来ていただくですね、催眠や瞑想保険に来ていただく方々に関しても、我々がですね、えー、こんな人に来てほしいなっていうんで、意識のエネルギーを送ってきていただいているんでですね、で、あの、来ていただいた方が、どんどん、えー、うまくいってしまうということになるわけですね。これで、実際に意識のエネルギーっていうのも、えっ、ー、と、えー、送ります、送ることができるようになって、そうすると上手に引き寄せられるになってしまうと。だからこれまで、えー 引き寄せの法則が上手に使えなかった人がですね、ものすごく上手に引き寄せの法則を使えるようになってくるというふうなことになります。で願望実現セミナーっていうのは、願望達成の達人となる機能を磨いてしまうと。それから次のですね、自由事項ビデオセミナーっていうのは先ほどの、えー、っと、このプログラムをやってくれてですね、とても重要なものをですね、12個、えー、まとめたものというふうな感じなんですね。 で、それで、これらをまとめまして、ソニックメディテーションの瞑想セミナーは2回受けていただきまして、で、このセミナーっていうのが2回受けるっていうのは、えっ、ー、と、一番最初はですね、その、えー、初心者なので、右も左もよくわからないと。これで、えー、ところがこの、えー、セミナーにですね、参加していただきますと、えー、会場でもオンラインでもですね、そうすると、すでにセミナーを参加している人がいたりなんかするんですね。そうするとあ、私もこんな感じになれるのかしら、みたいな感じでですね、目標が持てると。 それから、えっ、ー、と、自分がですね、2回目になった時には、そこに初回の、薄めな初回っていう人も来てるんですけども、あ、私も1回目の時にはこんな風だったなと、あ、私って上達してるじゃんっていうのがですね、分かっちゃうんですね。で、それなんで今度は2回受けていただくっていうのと、それから、やっぱりこの1回目の時よりも2回目の時の方が、内容がよくわかるんですよね。染み込む、染み込むみたいな感じですね。よくわかるんで、これで2回受けていただくと。それから、えっ、ー、と、催眠の2日間標準コースっていうのを、 えー、3回受けるという。だから3回受けると、こんな感じでですね、これができるんですね。だから1回目だけだと、本当に自分がうまくいってるのか分,って分かんないうちに、なんだ、やめてしまおうってことになるわけなんですけども、これ,これってやるとですね、おうまくいってる、うまくいってるっていうのは分かりますんでですね、いくわけなんですよね。で、それで、えっ、ー、と、重要事項ビデオセミナーという感じで,ですね、これも12本という感じでたくさんついてくるんでですね、どんどん えー、自分がこういうふうなものを受けて何が重要だったんだっけっていうのはこ、これでですね、振り返ると OK ということになるんですね。これで、その、これたくさんあるの、えー、大変とかっていうふうに思わずに、この、えっ、ー、と、自己催眠セミナーでもって目標達成っていうふうな暁をですね、頭の中にズバッと入れているんで、これをやったらこうなるっていうふうなものが潜在意識の中に入ってるんですね。なので、朝早く起きて、えー、例えば、えー、この、 催眠療法の日々の自己催眠をやって、そして、この、この願望実現のための、えー、じゃあね、間違えた。自己、目標達成のための、え間、ー、自己安分っていうのを、このワークをやった後にですね、えー、さらっとですね、このところでやっちゃいますと、だいたいあの、3、三0分ぐらいでですね、これが終わると。ほれで、えっ、ー、と、このソニックメディテーションの瞑想と、願望実現の瞑想はですね、交互にやっていくと、いうふうにしていくと、 えー、朝、これをやって、えー、その以外のうちにこれをっていうんでですね、30分、30分っていう,う感じですね、できてしまうと。これでこの授業事項ビデオセミナーっていうのはお休みの日に、あの、やってなんかすればいいみたいな感じです。そうすると負担なしにですね、えー、どんどん身についていくというふうな感じになります。で、そういうにしていくと、えっ、ー、と、こんなことがですね、うまくいってしまうと。 現在地とゴールをはっきりさせ、ブレることなく目標達成したいと。よくあの、途中でですね、えー、ゴールがどこかに行ってしまうとか、えー、それから現在地がよくわかんないとかっていうんでですね、何をしていいかわかんないっていうような方がいらっしゃるんですけども、こういうふうなことがなくなってくると。それから、その可能性の枠。えーと、可能性の枠を広げるっていうのは、年齢対抗療法の一番最後にやったんですけども、覚えてます、うん 自分があの赤ちゃんだった頃お父さんやお母さんにこんなことをしてもらったら嬉しいだろうなで実際にしてもらったと仮定するとしたら自分の人生はどんなふうに良くなっていくんだろうというのをっていうのはそれっていうのは子供時代にそのやってもらったとかっていうふうな経験が少ないと。 たたかかったりとかあるいはその自分であの目標達成したな願望実現したなとかっていう達成感っていうのがこれまで十分に味わえてないとですねそれがあのイメージしづらいんですけども今回この、えー、もう一回ですね催眠療法を受け直してみたいなんかできますんでですねそうするとあ私は自分の可能性の高低く設定していたともっと広げちゃっていいんだっていうようなことが分かってですねだから今その 自分が持っている目標よりもですね、さらに2ランクも3ランクもランクアップした目標がですね、達成できるようになってくるっていうのが分かると、そうするとやる気がが然上がってきますのでですね、えー、これがすごいんですよ。だからちょっと努力してこんな感じになったとしても人生ってあまり変わんないじゃないとか,とかっていうのを思っちゃうんですけど、これがごわっと上がるんだっていうのが分かるとですね、これはすごいって感じになります。あれから、この、 えっと、ビジネスや人生に、この、誰もがですね、いろんな問題が起きるんですけども、それを打ちないうちにつながってですね、スムーズに解決できちゃうんですよね。うん、それから、この、人生の目的。この、ャイミングのの、一番最後にやった人生の目的っていうのは何、なんだっていうのが出てきました。うーん。特に、すごい目的っていう感じはなくてたり、うん、あの、 だけど、目的を達成するっていうのはなかなか重要にな,なってくるわけですね。それから他の人との魂レベルの約束っていうのはどう、この感じでどうでしたなんかそんなのありましたっけみたいな <laughs> あ。そうですか。じゃあ、それをもう一回ですね、<laughs> あもう一回っていうか、あと3回ですね、やってみたりなんかしたら、もうか,かなりこううの確実になりますんでですね、うん、私のその点名って何なんでしょうっていうような感じでですね、あの分かって、それをですね、全うするにはどうしたらいいのかっていうのをわかります。それからこの えーとガイドっていうふうなのと、今あの、日々の自己催眠ではつながってるだけなんですけども、そのサ位奥底にですね、宇宙の位置とか人類の位置とかそういうのがあるんですよね、そういう H っていうのが、えー、知恵の蔵なんですけども、そういったところからですね、えー、とアイディアがどんどん出てくるようになってくるというふうな、そうですね、そうですね全。全員それやったらいいですよね。そう、ね、ですよね。おう、ですよね。おう、で間関係 もう今よりももっとどんどん改善して、ですね今よりももっと運気を上げて、ですねこのビジネスも結婚も成功すると。今、えーと、旦那さんとですねもっと仲良く、お互いの目標を定めて、ですね人生もっと楽しくするんだ、みたいな感じですね。随 <laughs>、ええ、分仲良いかって大丈夫です,いいですけど、そこは <laughs>、多分楽しめる約束は果たしている気がします、ね。あなるほど、ええ、おいで あのこ幸せなお金持ちになって社会に貢献するという感じですね。だからこのお金があるんだけどもなんか人生つまんないなっていう人と,、えー、と人生もつまんないしお金もないなっていう人とじゃなくてお金も十分にあって人生をより楽しんでいくというそういうふうな方向をです、ね、見出したらこれまたいいとは思うんですよね。そそそこそこそこなななな方いででですすねねういかかうふうう感じ ことがからなってくると。もう一回ですね。ええ。はい、えー、アディアンスのホームページ見直してみてください。ありましたはい。どうもありがとうございました。はい、どうも。じゃあ、あの、あの、やすやすこさんにもどうぞよろしくお願いします。はい、りありがとうございます。はい、ありがとうございました。